ポート。まもなく選手たちが入ってきます。こちらはさいたま市の数々の今まで名勝負を生んできた浦和駒場スタジアムです。全国の皆様、なでしこジャパン、あの去年の北京オリンピック以来初めての国内でのゲームとなります。なでしこジャパン対ニュージーランド女子代表の国際親善試合をここ浦和の駒場スタジアムから全国の皆様にお伝えしてまいります。フジテレビの放送席ご紹介しましょう。解説は本田みどりさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。本田さんは現在もなでしこリーグの岡山ユノゴーベルの監督でいらっしゃいますし、もともとご自身がプレーヤーとして日本女子代表の最初の代表だったわけですね。そうですね、はい、はい、というそんな先輩の立場からまたビシビシといろいろなご指摘をいただこうと思いますが、はい、このゲームそのものへのその楽しみというのはどんなところに置かれていますか。そうですね、1年ぶりの、国内での試合になりますので、選手たちも、はい、サポートしていただいているサポーターの方にぜひいい試合を見せたいと思っていると思いますので、楽しみな試合になると思います。選手たちも気合い十分、はい、アメリカでやっていたプレイヤーも帰ってきた、中堅どころも調子を上げてきた、 そして新鋭も入ってきてますしね、はい、さあイファンセムに乗って両チーム選手たちの入場、思えば去年の北京オリンピックの初戦以来の顔合わせとなります。日本女子代表なでしこジャパン対ニュージーランド女子代表です。まずはフェアプレーキ、そしてこれから選手たちが地下通路から姿を現します。今日のこの親善試合をまた新たなステップにして、差し当たりは来年2月に予定されている東アジア選手権へ、そしてその先の春に予定されているアジアの予選ワールドカップへ、2011年のドイツワールドカップが当面のターゲット、そしてその翌年2012年のロンドンオリンピックへ、さらに世界の上を目指す日本女子代表なでしこジャパン、それも真新しいユニフォームでの登場です。なでしこジャパンの元監督でいらっしゃった日本サッカー協会の上田理事、それからニュージーランドの団長のジュリー・ホグさんがそれぞれ両チームの選手をこれからピッチ上激励します。さてこの間も利用してピッチリポーターをご紹介します。フジテレビの渡辺和弘アナウンサーです。渡辺さん、風ですとか雨だとかコンディションどうですか。はい、ピッチの渡辺です。心配された天候ですが、ピッチ上ほとんど風もなく、そして雨もほぼ止んでいます。あ、そうですか。そして佐々木監督も、逆に芝の濡れ具合がちょうどいい、今日はなでしこピッチだと、コンディションに関しては非常に好感触でした。こちらから後ほどピッチの情報をお伝えしてまいります。今日はピッチリポート初登場の渡辺和弘アナウンサーでお伝えしてまいります。本田さん、はい、なでしこピッチと佐々木監督おっしゃってるようですが ね、ちょっと濡れたグラウンドでやりにくいのかなとも思うんですけども、彼はそういったところまで、味方につけるというものを持ってるんですね。思えば佐々木さんもあの大宮アルディージャの前身の NTT 関東でプレイヤーとしても活躍なさっていた、はい、いわばホームの埼玉でのゲームですし ね、はい、そして今日はスタメンで、浦和レッズレディース、先日なでしこリーグ優勝を果たしたばかりのメンバーを4人スタメンに揃えている今日のなでしこジャパンのスターティングラインナップです。背番号10、キャプテンが帰ってきました澤穂希です。さあそれではこれから場内両国の国歌が流れます。両国国歌の演奏です。皆様どうぞご起立くださいますようお願い申し上げます。 Ladies and gentlemen, please rise for まずは場内ニュージーランドの国歌です。はじめにニュージーランド国歌です。 The National Anthem of New Zealand。
北京オリンピックの時とは結構メンバーが変わっていますが、現在急成長中という話があります。ニュージーランド女子代表、まずニュージーランドの国歌、続いて場内は日本の国歌です。さあ舞台が整いました。なでしこジャパンとニュージーランド女子代表の一戦です。では早速両チームのメンバーをご案内いたしましょう。ホーム日本女子代表なでしこジャパンの今日のスターティングラインナップです。ゴールキーパーはレッズレディースの山郷のぞみが起用されています。フォーバックは日テレベレーザの金賀と、やはり日テレベレーザの岩清水梓、そして浦和レッズレディース優勝メンバーの一人矢野京子、左サイドはデプコマリーゼの鮫島彩が今日も起用されています。中盤はロサンゼルスから帰ってきて古巣の岡山湯野郷に今レンタルの形でプレーをしている宮間彩、そして日テレベレーザ宇津木留美がアンカーの形、ワシントンフリーダムからベレーザにレンタルで戻っている10番澤穂真、そして日テレベレーザの大野忍、先日ドイツ遠征ではキャプテン、そしてレッズのツートップ安藤梢と北本彩子がツートップで起用されています。率いるのは佐々木則夫監督です。控えメンバーをご覧いただきます。今日は6人までメンバー交代が認められています。荒川の名前も戻ってきました。それから新鋭ナスですとか川澄、上尾野、この辺のメンバーも起用されたら大変注目です。こちらが佐々木則夫監督です。元々は帝京高校のキャプテンとしても鳴らした方です。明大を経て NTT 関東、なでしこジャパンのコーチに2006年から2008年から監督になっています。一方の上下白のユニフォーム、フットボールファーンズというニックネームがあります。ニュージーランドの女子代表です。ゴールキーパーはママさんキーパービンドンです。フォーバックはミルン、代表復帰のジャックマン、ヒル、そして北京オリンピックメンバーグリーンが左サイドバック、アンカーにキャプテンの8番ムアウッド、中盤ロンゴ、ホイール、ヤロップといった北京でもおなじみのメンバー、ツートップはマクローリンとアンバーハーンです。9番のハーンと11番のヤロップが日本戦最初のゲーム 2-2 の引き分けた時にゴールを決めた2人です。今日は控えには6人だけ登録されています。ニュージーランドを率いるのは34歳、北京オリンピックの時にも監督を務めたジョン・ハードマン監督です。まもなくゲームが始まります。埼玉市の浦和駒場スタジアム、朝のうちはかなりの風、それから雨も時々妙な形で降っていました。嵐の予感すらあったんですが、しかしなんとかいいコンディションでキックオフを迎えられそうです。国際親善試合、2011年のドイツワールドカップに向けて、そして2012年のロンドンオリンピックに向けて大事なリスタートの一歩となります。北京オリンピック以来の国内でのゲーム、なでしこジャパン対ニュージーランドの一戦です。右に陣を取ったのがはるばるニュージーランドから駆けつけた上下白フットボールファンズ、ニュージーランド女子代表、そして左に真新しいユニフォームで登場のなでしこジャパンです。1時間ほど前に場内が暗いことを見越して照明灯半分だけ点灯されましたが、むしろ上空明るくすらなり始めている今日の埼玉市です。まもなく帝国2009年11月14日土曜日昼の1時になろうとしています。その帝国を待ちます。今日は主審タイから招聘されたプライウセマサクさんです。1時になりました。さあなでしこジャパン、北京オリンピック以来での国内でのゲームです。どんな内容を見せるのか。相手は北京オリンピック初戦苦しめられた 2-2 ドローの相手、ニュージーランド女子代表です。フジテレビの制作でこちら放送席、岡山湯野郷ベル監督、元日本女子代表本田翠さんを解説をお迎えしています。ピッチレベルからはフジテレビ渡辺和弘アナウンサー、全国の皆様にお伝えしてまいります。
さあ本田さんに早速伺います、はい、このメンバーでこの相手でどういうチャレンジをしてくるとお考えになりますか。そうですね、ニュージーランドの力もちょっとわからない部分もありますが、どちらかというと攻撃の部分で、高めていきたいという部分があると思いますので、はい、ぜひ攻撃、どんな攻撃をするのかなっていうところをご覧になっていただきたいと思いますね。昨日の佐々木則夫監督ももちろん守備面も大事だけれども、攻撃面でいろいろなチャレンジをしたいんだ、その準備を福島での合宿でやってきた、こんな風に話していました、はい、それがだからどういう形なのか当然記者団は興味津々で尋ねるんですが、はい、秘密です、見てみてくださいとそういう答えでした。でもそれだけ手応えがあると。あとやはり本田さん、北京オリンピックであったりの時にできそうでできなかったことがあるから、宿題があるからそういうチャレンジをしようとしているんではないかと思うんですが。そうですね、特に対戦相手含めて、守備に回す時間よりも今日はおそらく攻撃に、ね、回る時間が多いと思いますので、その、はい、残された課題のところを克服して、来年のワールドカップ予選を迎えようということでしょうね。今シーズンのなでしこリーグの得点王、そして優勝メンバーの主力でもあった13番をつけた安藤梢ですが、安藤に昨日ちらり話を聞いても、はい、ペナルティーエリア内の工夫についてずいぶんやりましたという、はい、こんな証言をしてくれました。それがだからどういう工夫なのかちょっとこれ見てみたいですね。そうですね。一方のニュージーランドの女子代表も怪我人がいたり、あるいはその外国のクラブでやっているプレイヤーはクラブの拘束があったり、あとカレッジプレーオフなんていうのもあるんだそうで、いろいろな拘束で主力9人が今回この日本遠征に、山郷プレッシャー今かけられました。アンバーハン、主力9人が来られない状況ではあるんですが、そうは言ってもユース代表の有望なメンバーであったり、あるいは久しぶりの代表復帰といったメンバーを招集してきたニュージーランド女子代表です。で、本田さん、やはり思い出すのが去年8月のなでしこジャパンにとっての、ね、北京初戦、ずいぶんフィジカルな速いプレッシャーに苦しめられました、なでしこジャパン。そうですね、本当に、はい、どうなるかと思って、現場で見てましたけれども、ハラハラドキドキしながらという感じでしたからね。そうなると今日の中継コメンタリーは本田さんも現地にいましたし、ピッチレベルの渡辺アナウンサーも現場で見ていた一人ですので、はい、さあ右サイドに大野、どうやらこちらに大野忍です。そうですね、三山と大野、右左どちらかなと考えていたんですが、右にとりあえず大野か、さあ誉れ、大野、レレーザライン、キーパーは36歳ジェニービンド、大野忍です。そしてこちらアンカーの宇津木留美です。やはり本田さん、ニュージーランドの特徴というのはその身体能力といいましょうか、体格を生かしたプレッシャー、この辺になってくるんでしょうか。そうですね、身長が平均身長170センチありますしね、はい、ロングボールも蹴れるでしょうから、やっぱり体格を生かしたという特徴ある、仕掛けがあると思うんですけれどもね。昨日のトレーニングも途中からは非公開だったんですけれども、1枚アンカー、キャプテンの8番ムアウッド その最終ラインだったりキーパーとの連携、あるいはその両サイドバックのバランスなどを中心に最終確認をしていたニュージーランドハードマン監督、34歳という大変に若い監督さんです。さて走るのが北本彩子です。レッツの北本がまだクリスティヒルに対してプレッシャーをかけます。オード安藤梢です。フォローアップは金が、この人もタフですね。そうですね、本当に体力もありますし、アップダウンのできる選手ですよね。そして向こうサイド、左サイドは鮫島彩です。このところ左サイドにこのデフコマリーゼの鮫島が定着し始めています。北本がさばいたボール、金がから安藤が滑り込みます。安藤梢です。2年前のワールドカップ大橋監督の時にはサイドバックを務めていた安藤です。そしてその次の年はミッドフィールダーで、そして今回は本来の位置フォワードで、何しろなでしこリーグ得点王18ゴールを挙げています。最終節のジェフレディス戦でハットトリックを決めたという、とにかくコンディションがいいですとにこやかに、そしてでも静かな口調で話してくれた安藤梢です。向こうサイドは鮫島、ここは北本です。澤穂まれ、今日が代表145試合目。アンナグリーンが内に絞り込んできました。カースティ・ヤロップです。今縦の関係入れ替えています。白のユニフォームニュージーランド、ケイティ・ホイル北京メンバー、代表復帰マイア・ジャックマンです。アンバーハーン、マクローリンが下がってさばきます。グリーンのクロス、何かこうゴリゴリ来てるんですね。やはりそうですね、非常にニュージーランドのディフェンスラインも攻撃に参加してますので、はい、熱い攻撃になりそうな感じはありますね。
オーソドックスな 4-1-3-2 というよりは基本はこれで 4-1-3-2 ということでいいんでしょうけれども、結構入れ替わったりということで工夫してきているようにも見えるんですが、今日はキーパーが山郷です。岩清水と矢野というセンター、鮫島、向こうで三山です。三山といえば岡山ユノゴーベル古巣に今レンタルの形でロサンゼルスソルから戻ってプレーをしています。その岡山ユノゴーベルの本田緑監督を解説にお迎えしています。三山さん、戻ってきてからどうですか。そして一回り、体も心も大きくなって戻ってきましたね。心も、はい、たくましくなってきました、ね、例えばどんなところが。そして選手を鼓舞することも、できるようになってきましたし、はい、まず体型的に胸板が本当に熱くなりましたね。あ、そうなんですか、はい、この今ちょうどこの8番画面で捉えています三山彩です。そうですか。またロサンゼルスソルでも今回プロリーグには日本人は3人のプレイヤーがアメリカで移籍をしてプレーした三山。オフサイドありません。安藤梢、ここはキーパーに阻まれます。地元浦和レッズレディースの安藤梢、ここはしかしキーパージェニー・ビンドンに阻まれました。三山からでした。そうですね、彼女の得意なというか彼女の特徴の一つですよね、こういったパスを出せるというところ。ただこの時もう一人、センターに入ってきてくれると攻撃の厚みが増すんですけどね。もう一枚走り込むプレイヤーがいたらなという、はい、そんなご指摘でした。さあ三山、セットプレーは得意中の得意です。キーパーフィスティング不完全。最終ラインで金河のフォローです。もう一度三山へ。雨上がりのピッチです。岩清水、サワーの頭上、飛び出していったのが大野、大野忍です。ヨーロッパ遠征の時には澤たちが不在ということもあって背番号10、そしてキャプテンマーク、その重責を担った大野忍です。日テレベレーザ。そして澤穂丸のところにキャプテンマークであり背番号10が帰ってきました。北京を共に戦った加藤智恵、旧姓坂井智恵、あるいは池田博美、旧姓石崎博美、こういったところが引退をいたしました。あとは元のメンバーでいうとテプコマリーゼに移籍をした宮本がこの代表には呼ばれていません。あとレッズの柳田も今回もメンバーには呼ばれていません。あと原、大谷といったところが抜けた今のなでしこジャパンです。それから同じアメリカでもプロリーグではないんですが、かつて田崎にいた山本であったり坂口瑞穂、北京メンバー、はい、彼女も今回このなでしこジャパンには入っていません。最終ラインでクリスティヒルです。中でロンゴ、ここは岩清水頑張りましたがホイッスルです。今日の審判団主審はタイのプラエウセマサクさん38歳、2005年から国際主審です。副審はお二人とも日本の吉澤久恵さんと千葉恵美さん。第4の審判が佐藤奈美さんです。気温が17度という手元の計測、曇り空、湿度 79%、 照明は半分点灯、1時間前にされた浦和駒場スタジアムです。数々の名勝負を飲み込んできた、数々の名勝負の舞台となってきたこの駒場スタジアム、今日はなでしこの北京オリンピック以来国内初戦をお伝えしています。ここは北本がファウルを受けました。実は北本って身長は安藤と変わらず1メートル64、ツートップ北本の方がちょっと上背あるように一見見えるんですけどもね。そうですね、やっぱりピッチに立つと大きく見えるってことは非常にいいことですよね。彼女もちょっとその怪我だったり肝心なところでその代表メンバーから離脱を余儀なくされたりという苦しい思いもしてきたんですが、でもここへ来てぐっと伸びてきましたね。そうですね、この1年で本当にぐっと伸びてきた選手ですし、頼もしい選手に成長してますね。何かいろいろとそのやるべきことの整理がついてきたというそんなコメントも聞かれるんですが、さあ三山です。日本のフリーキックのチャンスです。やはり強さではニュージーランド。ただ日本も今のセットプレー随分動きの工夫見られましたですね。そうですね、高さで言うと跳ね返されてしまうので、はい、そこは工夫を入れて少し低い速いボールをということでしょうね。一番高さがあるのが例えばアンカー6番の宇津木留美が1メートル68という身長、今日のスタメンの中では一番大きいはずなんですが、彼女がニアの方に早めにこう走り出して陽動作戦をしておいてその逆側を行くようなそんなボールを今蹴り込んできました。
キーパー山郷は今日が代表88試合目。ここのところ本田監督のところの福本美穂さんが正キーパーを務めていたんですが、もう怪我はすっかり治って、はい、怪我は治りましたね。あとは試合の経験を積むといったところが課題だと思うんですけど、はい、ですので福本美穂は今回はこの A 代表なでしこジャパンではなくて B 代表なでしこチャレンジという形、そのチームに合流をして福島での合宿に参加をしていました。今回のこのなでしこジャパンに向けてというのは、今山郷映っていますが、山郷たちなでしこジャパン A 代表だけではなくて、今回福本たちがいる B 代表なでしこチャレンジ、さらに先日アンダー19の AFC の大会を優勝して来年のアンダー20ワールドカップの権利をつかんだ若いユース代表の選手たち、3世代総勢60人の大合宿をやったんですね。非常にモチベーションも高いでしょうしね、彼女たちはお姉さんたちを見て、またお姉さんたちはそれに負けないようにということでね、非常に素晴らしいメンバーが揃いましたよね。今お気づきになったでしょうか、画面の全体予想を捉えましたが、画面の左下のところに岩渕真奈の姿もありました。今日はこのなでしこジャパンフル代表には出ていないんですが、ゆくゆくはフル代表デビューがあっても全くおかしくないわけですから、岩渕に限らず、はい、中央左から2番目が岩渕真奈。去年 のアンダーセブンティーン、そういえばニュージーランド開催でしたね。そうですね、アンダーセブンティーンのワールドカップではなんと世界の MVP に輝いた新鋭、はい、先日はとあるサッカーの専門週刊誌の表紙も飾りましたから ね。フル代表デビューまだしていないにもかかわらず、でもこの辺が佐々木監督であったりチームの焦ってフル代表入りをさせるのではなくてという意図も感じられる気がするんですが、そうですね、確実に成長していってほしい選手ですしね、はい、彼女に限らずそういう底上げがないと、いつまでも沢誉れ依存というわけにはいかないわけですから。そうですね、沢がいつまでも10番をつけている、もちろんいいこと、素晴らしいことなんですけれどもね、沢はいつまでもつけようとするはずです、はい、それはもうプレイヤーとして当然のわけですから。沢誉れ31歳、今日が145試合目代表です。ずっと代表ですもんね。そうですね、本当に素晴らしいですよね。10代の時から代表を張り続けた、はい、まさに今字幕でもご覧の通り日本の大黒柱。そう、得点も歴代トップ、キャップ数も歴代トップです。本田さんが代表キャップが確か43。そうですね、はい、そのですから下手すると4倍になるかもしれないという。そうですよね、非常に本当に息の長いというか、はい、素晴らしい選手ですよね。青島さん、はい、その沢選手なんですけれども、実はこの11月を一つの節目と考えて佐々木監督、新しいチームの新キャプテンに、この合宿の初日に2人で話し合って決めたということです。沢選手にとっても新しい出発になっています。節目というキーワードが今ピッチリポート渡辺和弘アナウンサーからありましたが、例えば以前2007年に上海ですとか広州で戦った中国で行われたワールドカップありましたですね、あの時にもしかしてという感じもあったんですが、でもその後も北京オリンピックでも輝きを見せて、また新たなステップで次にもう一歩上を目指そうと、そういう意欲ということなんでしょうね。そうですね、本当にこう年齢を重ねていくとサッカーがさらに面白くなって、もっと上手くなりたい、はいはい、もっと強くなりたいという思いが逆に強くなるんですよね。彼女はワシントンフリーダムという新しくできたばかりのプロのチームでいろいろな世界の代表選手たちと肩を並べてプレーをしたんですが、ボランチを随分やったようですね。そうですね、かなり守備に軸足を置いたプレーぶりで、シーズンの序盤時々頼りが来るんですけれども、なかなか攻撃に絡めず、みんなが行ってしまってディフェンスやらないもんだから私が背負わなくてはならないなんていう、そんな愚痴すらもちらほら聞かれたんですが、でもそういった経験も多分本田さん、沢誉れ彼女を一段とたくましくしている部分もあるかもしれないですね。そうですね、新天地だと思いますしね、ボランチというポジションかつて、ちょっと代表でやったぐらいでという部分でまた新しい境地を、ね、開いているんじゃないでしょうかね、はい、そしてアメリカのシーズンが終わって日テレベレーザ古巣にレンタルで復帰をしている沢誉れですが、星川監督の下でいきなりフォワード起用されたというそんなこともありました。さてゲームそのものの方ですが、キックオフから間もなく15分が経過しようとしている駒場スタジアム、日本対ニュージーランド。ちょっと序盤は日本が割と手数多かったんですけれども、この辺りの時間帯の流れというのは本田さんどうご覧になっていますか。そうですね、サイドハーフ大野と宮間中心に、サイドを攻略しようとしてるんですけれども、ちょっとグラウンドがスリップリーなので、はい、ボールがちょっとこう伸びてしまっている分、こう味方にフォワードにつかないかなっていうところがありますよね。今の沢のジャンプ、マクローリンというその背中からジャンプをして今ヘディングで返していきました。宮間抜かれる、右サイドは見るんです。ケアするのは矢野、ここをホームにしている浦和レッズレディース、そしてやはり浦和レッズレディースの山郷。
山郷はあんまり女性の年齢を言うのはなんなんですが34歳です。まあでもキーパーですからね。そうですね、まだまだあの彼女も向上心あるでしょうし、まだまだ頑張りますってこと言ってましたからね。そしてあの若いキーパーが出てくる中で、例えば今回はカイホリアユミというアイナックレオネッサ神戸 の、 あの若いキーパーが控えキーパーに入っているんですけども、そういう競争の中で彼女もまた伸びていくっていうのは日本の力の、ね、底上げにもなっていくでしょうし、そしてまた地元でのプレーね。そうですよね、このままで地元でできるっていうのは本当にあの頼もしいですよね。ここは岩清水ミス。そういえば本田みどりさんはかつてあのイズミルで行われたトルコのユニバーシアードの代表監督もお務めになった方なんですが、その時のメンバーも結構いるんですね今回。そうですね、この中に、はい、ずいぶん活躍してますので、あの北本もそうですし、ああ、そうですね、岩清水もそうですし、あと金賀がそうですか。はい、そうですね。今ボールを触っている2番の金賀、やんちゃな学生の子たちを取りまとめてました。やんちゃだったんですか。はい、しかしベテランも中堅もそして新鋭も入ってという、昨日はの佐々木監督にこの駒場スタジアムでお話を聞いたときには、全てのピースが揃ったということですかと聞いたらば、そうですねと強くうなずいてくださいました。だからここからまた新たな競争がチーム内でもあるわけです。安藤に出したボールは少々強くなってしまいました。こちらが鮫島彩です。もともとは中盤のプレーヤーだと聞いていますが、このところチームでもサイドバックですね。そうですね、はい、シーズン通してサイドバックでプレーしてます ね、 彼女を思えば北京オリンピックはバックアップメンバーということで、結局残念ながらその出場メンバーには入れませんでした。今ボールタッチの鮫島です。でも彼女もそのドリブルだったりスピードも持っているプレイヤーですから、そうですね、これもっと伸びてきたら楽しみですね。そうですね、攻撃の部分はおそらくいいもの持ってるんでしょう、はい、あとはディフェンスの、ね、能力というものを高めていくということができれば。ちょっと前の世代ですと、例えば柳田美幸という浦和レッズレディースの、ね、サイドバックがあのポジションを占めていたんですが、です、ね、代表でも、はい、それに代わる新鋭という期待もどうやらあるようです。鮫島彩です。さてスローインからマクローリン。ニュージーランドも例えば去年のアンダーセブンティーン地元開催のワールドカップであったり、アンダートゥエンティーのチリで行われた大会のワールドカップのメンバー、そのユース代表のメンバーを今回フル代表に招集しているケースも随分あります。例えば先ほどシュートを打とうとした12番のマクローリンも18歳で去年のアンダーセブンティーンニュージーランドで行われたワールドカップのメンバーだから、岩渕真奈たちと同世代のメンバーが今ピッチ上で戦っています。だから本田さん、日本も素晴らしい取り組みで確実に伸びている、これは間違いないんでしょうが、他の国もすごい取り組みをして伸びているということなんでしょうね。そうですね、どの国も本当に女子サッカーに力を入れ始めてますので、遅れないように、もしくは先端に行けるようにということですね。そうですね、佐々木監督は今回のメンバー招集に向けて世界の頂点を目指すという、そんな力強いコメントをしていました。男子のフル代表を率いる岡田武史監督が世界のベスト4を狙うということをかねがね強調していらっしゃいますけれども、なでしこジャパンはそうか、頂点も狙うことすら不可能ではないわけですもんね。そうですね、オリンピックで4位ですからね、はいはい、そのためにはブラジルであったりアメリカ、それから先日親善試合を戦ったスコアレスドローに終わったあのドイツ、そうですね、ここを倒さないと頂点にはいけないわけです、はい、でそのために必要なのはやはり攻撃の工夫なんでしょうか。そうですね、守ってても点が取れないですからね、どうやって点を取るんでしょうっていうところで、やっぱり今日の相手は非常に攻撃の課題が見えてくるところだと思いますね。屈強な相手、平均身長で言いますと8センチニュージーランドの方が高い、そんな相手でもそういう代表チームっていうのは日本以外にはゴロゴロいるわけですから、そうですね、当然ニュージードイツなんていうのもその中の一つ、あるいはアメリカもそうかと思われます、はい、北京オリンピックの時に勝ちきれなかったその要素は何かということで考えていくと、やはり攻撃の部分ということに行き着いたようです。こちらが北本彩子、そして安藤梢、レッズの2トップ、優勝メンバーです。右に開いて岩清水、そこを抜かれたムアウッド、キャプテン、ここは澤穂が未然に防ぎました。しかしここは位置を随分上げています、白のユニフォーム、フットボールファーンズことニュージーランド女子代表です。ファーンズというのはシダです。ニュージーランドのよくエンブレムなんかでシダのマークがありますが、シダ、サッカー界のシダということで、女子代表という時のニックネームがフットボールファンズというそんなニックネームがついています。ラグビーの男子代表というところのオールブラックスと、あれ とは同じようなニックネームだそうです。
そういえばニュージーランドも男子、この男子のサッカーのチームはオールホワイトというんだそうですけれども、ワールドカップのプレーオフがまさに今日バーレーンとのホームゲーム です、ね、ですからニュージーランド国内の関心はこの女子代表よりもやはり男子代表に行ってしまっているようです。北本オフサイドフラッグすでに上がっています。ただ主審のタイの狭作さんは今これ流しました。ようやく気づきました。ここまでの一連の流れの中で本田さん、日本のその攻めの工夫ということで何かヒントになるようなシーンというのはお気づきになりましたか？そうですね、あのペナルティーボックスの中でのプレーを、見てくださいということだったんですけど、なかなかそのペナルティーの中にボールを今入れられてない、その一つ手前のところで崩しきれてないところがあるので、そのペナルティーにどうやってボールを運ぶんですかっていうところが今彼女たちの課題になっているかなっていう気がしますね。ノーホイッスルです。でここからですね、ここからどうやってペナルティの中に入っていくかというところで、宇津木さばいて宮間を走らせます。オフサイドはありませんが、ちょっと伸びてしまいましたボールが。宮間綾です。こういったところでちょっとグラウンドが今濡れてるのでボールが少し伸びてしまう、ああいったところのパスの質タイミングっていうところを合わせていけるとペナルティボックスにボールが入ってくるんですけどね。もともとこういう精度の高いフィードには定評のある左足のスペシャリスト宇津木留美、そこからのボール宮前、現在は古巣岡山ユノゴーベルに戻った格好の宮前です。そしてこちらがベレーザの宇津木留美です。アンダー20の去年のチリで行われたワールドカップの時には彼女がキャプテン、まさに軸でした。バックパスです。金がサバ、ここは狙われていたグリーンです。アンバーハーン、北京オリンピック日本戦の時にメンバーをゴールを決めた一人です。そういえばニュージーランドにあの時の試合は2点先行されたんですが、はい、2点目の PK は今考えても納得いかないですね。そうですね、あのレフリーの方のジャッジをどうこう言うつもりはないんですが、はい、あの時の南アフリカのレフリーの方がどう何故笛を吹いたのか今でもちょっと不思議ではあります。そうですね、ただそこからよく跳ね返して 2-2 のドローでまず初戦を切り抜けたあの時のなでしこジャパンでした。やはり最初はそのアテネであれだけやれたんだからというプレッシャーもあったんでしょうね、今にして思えば。そうですね、金が相手の足が先、そして今相手がボールをもう一度リフィードしようとしたところ、サバがコースを切って金が戻りました。さあサバからチャンス、オードの足元止めきれませんでした。やはりその国際大会で上位成績を収めるためには苦しい時にどう跳ね抜けるかというその反発力を高めないといけない部分もあるかと思うんですが、そうですね、精神論にはならないですけど、やっぱり精神的に強くないと跳ね返せない部分ありますよね、はい、まずは精神面では少なくともあの時去年の北京オリンピックのなでしこジャパンは少なくとも相当強かったんじゃないですか。そうですね、本当にあの 0-2 をひっくり返したというか引き分けまで持っていけたことは本当に素晴らしいと思いますよね、はい、でその初戦のニュージーランド戦以外にも上に行けば行くほど何かタフさを発揮してくれたような気がしたんですが、宮間から足元のボール、ここは相手が対応した。セカンドボールを拾った北本、中で倒れた。ノーホイッスルか。タイの狭作主審は吹いてくれませんでした。今の躊躇ない北本の飛び込み、ここです。相手代表復帰のジャックマン、足かかってなかったかな。お聞きの通りバックスタンドの向かって左側のあたりにブルーのレプリカジャージを着た熱烈サポーターの一団がいるんですが、そこから今北本コールが聞こえてまいりました。今日は有料試合です、駒場スタジアム。ただなでしこの親善試合、男子ではないんですけどこれだけのお客様。コーナーキック日本、さあバックスタンド側からのコーナーキック日本です。まもなく前半の25分になろうというところ、今集音マイクで宮間の声が一瞬を聞きいただけたと思います。さあ上目に実際蹴った、さあキーパー片手、まだあるシュート、判定、まだ詰める、最後岩清水か。しかしキーパージェニー・ビンドンが抑え切りました。バックスタンドがカメラで改めてご覧いただきます。サワー、キーパーがつかめなかった。ここ岩清水セッター、反転シュート、今安藤でしたか。
安藤もよくここ反応しましたね。そうですね、安藤こういったところやはり収穫はありますね、きちっとこう匂いを嗅ぎ分けてその、はい、来るだろうという位置にきちんと来ているという、はい、またクレバーでね、はい、それでうちのチームはやられましたねとおっしゃるのは岡山ユノゴーベル監督の本田みのりさんです。その安藤ももちろんその代表でもサイドバックを大橋監督時代にやっていたり中盤やったりということも、あるいは2列目みたいなこともやっていた、はい、それだけまあクレバーでユーティリティ性もあるプレイヤーですが、 でも今シーズンのレッズレディースにおいては前線で伸び伸びやってもらった、これが好成績につながった、こんな評価が随分聞こえてくるんですが。そうですね、いろんな経験をしていろんなポジションをやったことでなおさらこうフォワードとしての動き方ができてたと思いますので、非常に、はい、脅威な選手でしたね。あ、相手チームの監督さんからすると、はい、ちらほらそういうお声が聞こえてくるのは、これはついこの間までリーグ戦で佐々木監督寄せろという声が今聞こえてまいりました。向かって左側にベンチ陣を取っています日本ベンチ、佐々木則夫監督です。さあ中でロングをまだ微妙に50のボール、北本戻る、フォワードのアンバーハーンはこの位置まだ自身です。縦のポジションチェンジをしてまいりますニュージーランド、大野、金が山郷、矢野京子、ドイツフランスの遠征は招集されていたんですが、矢野京子はコンディションを崩して遠征には行けませんでした。ただレッツレディースのそのディフェンスをユース代表の熊谷と組んでね、素晴らしいディフェンスでしたもんね。非常に失点の少ない、はい、優勝でしたからね。そして後ろには山郷が守護神として控えているという、そんな今シーズンついにレッツとなってからは初優勝を遂げた浦和レッツレディースです。そのレッツレディースの浮き座元、埼玉の駒場スタジアムからお伝えしています。なでしこジャパンの国内北京オリンピック以来の初戦です。ニュージーランド戦をお伝えしています。それにしても朝方、昨日の夜から朝にかけての天気を考えたら、このコンディションだって良かったですね。そうですね、本当に試合と同時にほぼやめましたものね、はい、そして風がある程度収まってタフコンディションにはなっていない、そんな埼玉の駒場スタジアムです。フジテレビの本社があります湾岸のあたりは相当ひどい風が吹いているようですが、さて宮間から鮫島のこの上がりに対してつけようとしたボールでした。さあ逆に一気にプレッシャーをかけてきます、体格で勝るニュージーランド。ゲームを一つのその、まあ、分岐点といいましょうか、一つのまたリスタートのポイントにして、来年親善大会が1月に何試合か強豪との試合があって、そして2月に東アジア選手権、今回は日本開催です。来年の大会は安藤収まりません。東アジア選手権でその東アジアのライバル北朝鮮、韓国、中国、特にはまあ北朝鮮戦あたりになるかと思うんですが、前回の東アジア選手権の時にはなでしこジャパン初タイトルを取ったわけです、はい、その時以来の東アジア選手権、国内フジテレビでお伝えする予定になっていますが、それがあって、そして春に AFC の大会アジアカップ、これがワールドカップの予選も兼ねています。ここが一つの大きな目標になっているなでしこジャパンです。ややちょっとこの時間帯はどちらが主導権という感じになりきっていない感じがいたします。なでしこリーグシーズンが一段落をして、全日本女子選手権までの間の1週間近くを使って福島で強化合宿をしてきたなでしこジャパンです。でもその60人の大合宿の中で、このフル代表なでしこジャパンと19歳以下の日本代表ユース代表との その紅白戦みたいなこともやったようですけれども、結構そのユース代表も頑張ったみたいですね。そうですね、ユース代表にしてみたらね、本当に憧れの先輩たちですから、ね、はい、思いっきり胸を借りたんでしょうね。今はニュージーランドが一気にえぐりをかけたシーン、矢野京子が踏ん張りました。さあニュージーランドのコーナーキック、バックスタンド側、ここは一つお手並み拝見。ただもちろん日本もきっちりケアしなくてはなりません。体格では勝るニュージーランドの攻めの局面です。ニアにかなり人数固まってますね。引いた画面でお分かりいただけると思います。キーパーを囲むような形で、キーパーが出れない状態を作る中で、どんなボールを入れてくるかですよね。
引いたところに合わせたか。何かこうあれですね、ラグビーのモールのような状態を作ってるんですね、これ。そうですね、さすがニュージーランドっていう感じですね。しかしここは対応しきりました。本当の狙いはやはりその最初に本田さんがご指摘になったあの集団の中に入れてスクランブルを作り出してということだったんでしょうか。このグリーンの左足、そうでしょうね。だからこれ山郷も難儀な思いをしたはずです。山郷とポイントゲッターの9番のアンバーハントはおよそ10センチの身長差があります。で、高さだけじゃないんですね、ニュージーランドのプレイヤーって。おそらく幅、厚み、タフさ。先ほどコーナー蹴ったアンバーグリーン左サイド、おお、直接宮間が切って、もう一度コーナーキック、山郷よく反応いたしました。今はロンゴが左に散らして、左サイドバック北京メンバーアンナグリーン、この人の左足は厄介です。まだ19歳、去年のチリで行われたアンダー20ワールドカップのメンバーでもあったアンナグリーンです。キーパーは山郷のぞみ、浦和レッズレディース。さあ、そしてまた向こう側のポストのあたりに白とブルーの選手たちがご覧の通り密集。今度は何をするのか、ニュージーランド。直接ラインを割りました。ミスキックになって助かった日本です。こちらがアンナグリーンです。左のサイドバック、時には左の中盤サイドハーフをやることもあります。もともと生まれがイングランドというニュージーランド代表アンナグリーンです。また空気が少しひんやりとしてまいりました。昨日ほどの冷え込みはありませんが、埼玉市地方。先日お披露目されたばかりの新しいユニフォームに身を包んで、さあ大野忍、中央に安藤、走り込むのは後ろから北本、出せない、結局戻して金貝、相手の人数も足りてしまっています。そしてオフサイドもったいない。今のシーンは本田さんどう評価なさいますか。そうですね、自分たちからちょっとミスが起きているので、はいはい、慌てることなくもう少しこう作るっていうことの作業、手間をかけてもいいんじゃないかなっていう気はするんですけど。そしてまた一旦守りの局面へ、大きな声で声をかけます、背番号10澤穂まれ。やはりどうですか、チーム作りの中で本田さん、厳しい時にはこう軸になるプレイヤーがやっぱりいてくれると大きいものなんですか。そうですね、ちょっとこういった形でチーム、試合が膠着している時にこう、はい、声をかけてというか、運動量を持ってモビリティを持って動く選手っていうのが必要になってきますよね。例えばこういう日だと、もちろん宇津木もアンカーとしてね、さっきの去年の20歳以下のワールドカップではキャプテンとして頑張ってきたわけですが、はい、そのさらに先輩の澤という存在も大きいはずです。そうですね、もうでもね、本当にアンカーをやってるんで、自分がチーム引っ張っていくぐらいの気持ちがないと、そうですね、まさにアンカーです。さてここは細かくパスをつないでいきます。そして裏を取ってアンバーハーン、エブルカ、戻った金が中に入れられた。最後ヘディングは8番のキャプテンヘイリー・ムアウッド。ハーンが一旦外に開いてのワンツーのえぐり、サワが戻りきる前にキンガとの1対1からクロスを上げてまいりました。北京オリンピック日本戦ゴールを挙げたアンバーハーン、国内のワイタケレというクラブでプレーをしている24歳です。国内リーグだけではなくて、イングランドの女子リーグドンカスターローバーズベルズでもプレー経験を持っています。そしてこちらが8番のヘイリー・ムアウッド、キャプテンですが25歳、目標とするプレイヤーはブラジルのマルタだそうです。矢野京子、岩清水、
岩清水も去年のオリンピックニュージーランド戦相当激しくぶち当たられるシーンもありましたしね。決して大柄ではありません、センターバックの岩清水梓。1m62という身長、手元のデータ。特にセンターバックは支えてきた旧姓石崎、池田博美が現役を引退しましたので、ですからセンターまた新たな存在、その意味では岩清水も矢野もすごい自覚を持って頑張っているはずです。そうですね。特に矢野は自分のクラブレッズレディースが優勝したというその手応えもね、大きな後ろ支え、自信になっていくでしょうし、はい、大きな自信になっていくでしょうしね。青島さん、はい、日本代表佐々木監督、パス重視になりすぎてしまっている、もっとディフェンスの裏をついていくようにシンプルに攻めるように、そんな指示を今送っています。はあ、という渡辺アナウンサーのリポートですが、やはり本田さん、そういうところでしょうか。そうですね、足元をつないでいく中でのミス、パス、トラップミスっていうところで失っているので、はい、それこそこうディフェンスのラインが非常にニュージーランドのディフェンスライン高いので、はい、裏のスペースをシンプルについていこうっていうのも一つの作戦としてやっていこうよっていうことではないでしょうかね。はい、一辺倒であるよりもせっかくのこの国際親善試合、しかも相手にとって相手 FIFA ランク24位というその素晴らしい今急上昇中のニュージーランド、せっかく相手に迎えているわけですから、うす、ね、もうちょっといろんなチャレンジをしても、ね、はい、思いもきっとあるのかもしれません。逆にむしろニュージーランドのそのタフさ、強さというのがこの時間帯はじわじわ目立ち始めています。せっかくのホームゲームですから、久々の受けて立っちゃいけません。そうですね。そしてベンチでは下の世代の子たちがお姉さんなでしこを見ているわけです。あるいは今回はフル代表に入れなかったけれど、なでしこチャレンジ B 代表で自分たちがその座を伺っている、そんな選手たちも見ています。北本から宮前、さあ前線には大野1人、左から鮫島上がる、ちょっとパスが短い、鮫島シュートに持ち込んだ、北本も飛び込んだ、キーパーを抑えた鮫島彩でした。この一連のプレーは迫力が一つ出てきたシーンかと思われますが、そうですね、北本が一つポイントになりましたので、あそこでやはり前向けるか向けないかっていうところは非常に大きいですよね。はい、この辺のオフサイドにはなりましたけれども、今は大野から安藤へという一連の流れです。例えばこういう裏をついていくプレー、そうですね、ここの質が一つ上がっていくとね、チャンスが増えるんですけどね。久しぶりにこういった相手のラインの裏をこう出し抜こうという、こういったシーンが見られました。38分経過、前半0対0です。岩清水、沢、金が宇津木です。アンカーの宇津木が今前線、ヒルとの激しいマッチアップ。岩清水も体格では今のピッチ上の11人の中では日本の中では一番大きいんですが、でもヒルとは身長差がそれでも10センチもあります。北本かジャックマンです。ケイティホイール、もう一度ケイティホイールです。北本、北本らしいチャレンジを彼女は少なくとも続けています。そうですね、割と早いうちからフル代表にもちらほら名を連ねていたはずの北本ですが、まだ今日が代表 A マッチのキャップが12試合目、過去代表では3ゴールという北本です。もうちょっとあるような気もしたんですが ね、 そうですね、呼ばれるんですけど返されちゃうんですよ、はい、ちょっと不運なところも、ね、ありまして、はい、だから今回今の北本だったら定着の大チャンス。さあ浦井安藤、わずかにオフサイド。今日は副審お二人とも日本のレフリーです。これも一つ裏をつく攻撃のチャレンジだから、先ほど来本田さんがおっしゃっている精度の部分でしょうか。そうですね、あとタイミングがやっぱりちょっとオフサイドのタイミングではありましたので、はいはい、ああいったところを受け手と出し手のタイミングが合ってくるといいですよね。でもちろんこういったことというのは福島での合宿でもいろいろチャレンジをしたり調整をしてきたでしょうが、う、ね、はい、本田さん、やはりこういう実戦で
より精度を高めていったという部分もあるんでしょうか。そうですね、どうしても対戦相手が練習になると日本人対日本人なので、リーチの長さだとかタイミングだっていうのはディフェンス側も同じになってしまうので。確かにそうですね、はい、あとは普段彼女たちはほとんどのプレイヤーがなでしこリーグ、女子のその日本のリーグで戦っているんですけれども、やはりそれも同じことですね。相手がほとんどが日本人ですから。三山、その意味ではアメリカでプレーをして現在のところ日本に一時的にせよ帰ってきている今大津市になっている三山、本田さんところのチームのエース三山であったり澤であったりベンチスタートですが荒川であったりのそのアメリカでの経験、特に三山はロサンゼルスで大活躍をしていましたのでその経験も大きいんでしょうが、でも佐々木監督に聞いても、いや特にオフサイドでした。佐々木監督にそのアメリカ組が合流して初めての実戦だということについて私質問したんですが、いや特にアメリカから帰ってきた人という扱いはしていませんという言い方をしていました。実力のある選手が試合に出ていくということなんでしょうね。ただ同僚の代表プレイヤーの何人かに聞くと、やはりその彼女たちの経験だったり、特に普段のチームでもいろんな国の代表プレイヤー、自分たちにとってこう相対したプレイヤーと一緒にやっている、この経験は羨ましいし大きいですし興味ありますよねと、こんなことを話してくれました。だからそういったものがもたらす効果がどのぐらいあるのか、そうですね、そうやってだから本田さん一歩一歩レベルアップしていくんでしょうね、いろんな形で。はい、まだまだその男子のフル代表に比べれば歴史も浅い女子の代表での戦いです。そもそも今私の隣にいらっしゃる本田みどりさんが初代の女子日本代表プレーヤーとして活躍をなさった。 そこからだからまだ20年近くしか経ってないわけですね。そうですね、歴史はまだまだ浅いですよね、はい、でも急成長を遂げて世界の頂点を目指せる立場になでしこジャパンはなってきています。でも再三申し上げますが周りも伸びてきています。はい、宇津木が一旦戻して矢野京子、北本、ここですから最前線に張るというよりは中途半端な位置で彼女らしさ、金がちょっともたついた、でもまだキープ、さあ1対1勝負、金がスルーパスにした、大野、ここまで行ったことは評価すべきなんでしょうけれども、 できることならあと一歩の精度でしょうか、はい、金が大野、沢に戻らず、しかしフォローアップ岩清水、宇津木宮間先制日本、そしてこの表情宮間綾です。岡山ユノゴーベルの三山彩が先制ゴール、お隣にいらっしゃるのは岡山ユノゴーベル監督の本田みどりさんです。一言お願いします。いや、沢のパスが非常に素晴らしかったです。そして彼女がパス&ムーブでしっかり動き出したっていうところが大きいでしょうね、はい、そのゴールの瞬間の佐々木監督の横顔も今スロー映像でご覧いただいています。1対0、先制日本です。で、この点の取り方、飛び出す動き、相手のラインを取る動き、1回しかも相手のその屈強な体格で勝るメンバーがもう守りの体勢を固めた後にああやって崩して点が取れた、このことは本田さんはどういうふうに評価なさいますか。そして日本らしいというか、非常にワンツーで入ってセンターをワンツーで崩していくっていうのはある意味、ベレーザ含めて得意な分野ではありますので、それやはりそのコンビネーションがサバとアヤで非常にあったというところはあると思いますね、半ばこう姉妹のような間柄ですからね。そうですね、はい、かつては宮間も今のベレーザでプレーをしていたプレイヤーです、はい、さて相手のミスクリア不完全、金がここは相手戻った、センターのエリザジャックマンが戻っています。いざとなればロングキック&ラッシュがありますニュージーランド、ただスタイルの変革を模索をしてはいるようです。チームを率いる青年監督ハードマン監督ニュージーランド、彼はこの女子代表の監督だけではなくて男子女子両方のや若年層の育成プログラムの責任者でもあるんだそうです。
冗談めかして女子代表だけでは食っていけないからねなんて冗談も言っていたんですが、もちろんそんなことはなくて、さまざまな形で若い世代あるいは女子の方からニュージーランドのサッカー界の底上げをいろいろチャレンジをなさっているようです。前半ロスタイム1分、さあ宮間のフリーキックをご覧いただきます。伸びるサバ、これはキーパーへ。今かなり後ろから相手プレイヤーに覆いかぶせられていたんですが、サバは思わず一言タイのレフリーセマサクさんに一言言いながらまた戻っていきます。宮間のカット北本、体勢崩しながら宇津木のクロス、安藤倒れた、ノーホイッスル。そして先ほどポストプレーになった北本が倒れたまままだ起き上がれません。レッズレディースの北本彩子です。今日は主審がタイから招聘されたプラエウセマサクさんです。ここ、うわ、スロー映像で見るとこれ本田さん踏まれてるんですか、足首の横のあたり。しっかり足の裏から踏まれてますけどね、はい、まあ、すね当てがあったのでなんとか。また怪我をして離脱となるとせっかく北本調子がいいだけに、ね、はい、伸びてきてる選手だけにもったいないです ね、 ですね。青島さん、このまま交代です、はい、7番長里が入ります。あ、北本を下げるんですね。もう後半前半のロスタイムですが、無理はさせないということなのか。フィジカルスタッフからは、メディカルからね、はい、こう丸が出たんですけれども、ね、ここで思い切って変える判断をいたしました日本ベンチ。今渡辺アナウンサーのリポートの通り、長里姉、ね、日テレベレーザの長里勇気がここで交代投入です。となると、まあ、前半もそれほど時間がありませんけれども、ね、後半はこれ攻めの形の変化が何がしか当然起こりそうですね。そうですね。ここで前半終了のホイッスルです、とりあえずはこの宮間彩のゴールで前半43分、1対0、日本がリードで折り返しです。なでしこジャパン対ニュージーランドは1対0、なでしこ1点リードで折り返し。この放送は埼玉市の浦和駒場スタジアムからお送りしています。さあ本田さんに総括をいただこうと思います、はい、ちょっと攻めを見せたいと言っていたはずのなでしこジャパンがあまり見せられなかった前半ではあったかと思いますが。そうですね、攻めあぐんでるといった部分があります、まあ、ピッチも含めてですけれどもね、はい、ただ後半そこどうやって変えてくるかというところを、ね、楽しみにしたいですね。例えばどういう変化があるのか、北本を早めにもう下げて長里を入れて後半にこれから臨むわけですが、はい、どういう変化が期待されますか。サイドを攻略しきれてないので、サイドを攻略しながらペナルティの中にどうやって入っていくかというところでしょうね。サイド攻略、はい、あとはその澤がキャプテンとして思いを新たにこのメンバーに再び加わった、はい、宮間もロサンゼルスで大活躍をしてこのなでしこジャパンに久しぶりに加わった、はい、この辺との融合という部分では特に問題なかったでしょうか。そうですね、特に問題はないと思うんですけどね、もう少しそれぞれの良さが出てくるといいですけれどもね。例えばどういう良さになるんでしょう。そうですね、もう少し大野でしたらドリブルで仕掛けていく、はい、もしくは金河のオーバーラップ、もしくは鮫島のドリブルからのクロスといったところが、ね、彼女たちの良さがもう少し出てもいいかなっていう気はしますけどね。もうちょっと勢いよくチャレンジ、そのリスク覚悟でいいからと、ね、せっかくの親善試合ですから、まずまあ守備からというところはあると思いますけど、はいはい、インターセプトからパワーを持って攻撃に出ていくっていうところが出てくといいですよね。もちろんですから、それは相手ニュージーランドも思いを乗せてそれだけいいプレーをしているからこそなかなか思い通りにできない日本が、そうですね、その要素も、ね、きっとあるんでしょうけれどもね、はい。岡山イノゴーベル監督の本田みどりさんの解説でお伝えしています。なでしこ対ニュージーランド1対0、なでしこリードでハーフタイムです。F1 グランプリの歴史、テレビ未公開シーンを含む膨大なアーカイブフィルムの中から1970年から80年までのレースを各シーズンごとにまとめた総集編、伝説のレーサー、数々の名車など他では見ることのできないグランプリ史上に残る貴重な映像が満載。お見逃しなく。欧州最高峰の熱き戦い、ブンデスリーガ09-10シーズン、フジテレビネクストとフジテレビワンでは毎節注目のカードを生中継を中心に放送。マイスターシャーレをかけた激戦必至のリーグ戦を見逃すな。ブン
Bundesliga 09-10 シーズン。放送カードの最新情報はご覧のホームページまで。うん、一回りしたらなんかちょっとアホになったなって気がするんですけど。必見、武豊満載の競馬プログラム武豊 TV2、 フジテレビネクストで好評放送中。あの武豊が自らレースのポイント、勝負の分かれ目を徹底分析。あの武豊と人気ジョッキーたちが本音トークを披露。あの武豊に独占密着、他の番組では見られない貴重な映像満載。お見逃しなく。音楽は時に人生を左右し、運命を翻弄するもの。わがままな耳を持つミュージックマスターたちが、自分だけの音楽体験をとっておきの45曲に託して語る栄養満点な音楽番組、ミュージックスープ 45RPM Revolution Per Man、 フジテレビ12 NEXT でオンエア中。夜のヒットスタジオ、伝説の歌番組がよみがえる。未放送の回を新たに追加してお届け。夜のヒットスタジオ、毎週木曜21時フジテレビ2でオンエア。沙織の地位ですけども、今回ね、別に怪しい話じゃないんだけど、ちょっとだけ、耳の方をね傾く。ハネルの扉、今仕事中だろうか。大人気バラエティハネルの扉をフジテレビ2にて放送。言うだろうが痛い最近。さらに番組前にはメンバーが出演する CS オリジナルのミニコーナーもお届け。ハネルの扉、ご覧の時間に放送。おしゃれ武道館満員じゃん。俺たち、ひょうきん族。たけちゃんマンやひょうきんベスト10など懐かしいコーナーの数々に報復セット間違いなし。見たな。俺たちひょうきん族、毎週土曜22時放送、お見逃しなく。去年の北京オリンピック4位に健闘しました日本女子代表なでしこジャパン、その北京オリンピック以降初めての国内での親善ゲームをお伝えしています。相手はニュージーランド女子代表です。こちら埼玉市浦和駒場スタジアムから解説、岡山イノゴーベル監督、元日本女子代表プレーヤー本田みどりさんの解説でお伝えしています。さあ、それでは今日のゲーム前半戦、ここまでのハイライト早速ご覧いただきましょう。どうぞ。では本田みどりさんの解説で前半のハイライトです。前半7分のシーンからご覧をいただきます。向こうサイド、本田さんのチームに戻ってきた三山からのパス、安藤へ。とにかく今日一つ攻撃を見てくださいということでポイントに佐々木監督も挙げていたなでしこの攻撃、まず最初に一つこういうのは出たんですね。そうですね、北本の守備から入っているので非常にいい攻撃の形だったと思いますね、はい、そして北本とツートップ、レッツと同じツートップのこの安藤がまずシュートには持ち込んだシーン。前半の7分、25分のセットプレー、コーナーキック、ここ確か2つ目のコーナーだったと思いますが、上に蹴ると宣言をしてこのボール、澤の折り返しからですね。でキーパーが掴みきれなかったところを安藤がよくここターンでシュートには持ち込みました。壁がでも厚いですけどね。そうですね、大きいですしね。相変わらずでも宮間はロサンゼルスから帰った後もこういうセットプレーの精度ってのは高いですか。そうですね、高いですね、とにこやかに今高いですねと返事をしてくださった本田監督です。さあ、ただここから先はニュージーランドのプレーが2つばかりハイライト続きます。こうやって力で押し込まれてクロスを入れられて山郷のセーブでしのいだシーン、どうしてこういうプレーが続いたかとなると本田さんだったらどういう答えを出されますか。そうですね、もう少し
少しインターセプト積極的に狙っていくっていう姿勢があってもいいかなっていう、はい、ちょっとあの後手に回ってしまった時間帯かなっていう感じですよね。ここも35分の最後ムアウト、ただそこをしのいで43分に先制ゴール。この中のワンツー宇津木から最後宮田、もともと岩清水の高い位置までこれ押し上げてきていて、そうでしたね、はい、一旦相手の白のディフェンス陣が収まってしまった後に再び中を突破してのゴール、岡山湯野ゴーベルの宮間の先制ゴールでした。これで1対0、日本が1対0 1点リードでハーフタイムに入っています。なかなか監督さんが自分のチームの選手褒めてくださらないんですけれど、そうですね、まだまだ、はい、成長してほしいなという思いがありますし、ちょっとミスパスも何本かありますのでね、やっぱり、完璧に試合をこなしていってほしいなと思いますね。そうですか。さあ、本田さんとともにスタッツを今のうちに確認しておきましょう。シュート数はそれでも日本の方が上なんですね。6本というふうに手元では、はい、記録を取っています。オフサイドがこれだけあってという。ただそのゲームの中でも本田さんにもご指摘をいただきましたけれども、その攻撃面でというふうに今日一つ目標設定をしていた日本のなでしこジャパンなはずだったんですが、はい、あまりそういう形がそもそも見られませんでした、はい、改めて伺いたいんですが、それは何故なのかというあたり。そしてまず攻撃といえどもディフェンスの部分で、どうやってその相手の攻撃のボールを奪ってそこから攻撃に行くかといった部分で、少し相手にボールを回されてしまっている部分がそうでしたねありますよね、それをいかにどこのポジションでどうボールを奪ってどこから攻撃に行くのかというところで、はい、もう少しホームゲームでもありますしね、思い切ってインターセプトからパワーを持って全員で、仕掛けていくっていう、まずそこの作業から入っていったら攻撃のシーンがもう少し生まれてくるかなっていう気はしますけどね。そうすると攻撃につなげるためにということですと、ついつい中盤から前のプレイヤーだったりサイドバックのプレイヤーにばかりフォーカスを置きがちですが、例えば今のインターセプト大胆にというあたりはセンターバック、今日ですと岩清水と矢野というコンビだったりするわけですが、彼女たちにもう一段そういうチャレンジがどっち、まあ、2人行ってしまうとももちろん問題ですけども、ね、はい、どちらかが行ってなんていうのも例えばありということなんでしょうか。そうですね、はい、その2人のコンビ含めて思い切ってこう背中を押してくれる、まあ、先輩というか隣のチームメイトがいるとね、私がここしっかり守るからそこ思い切って飛び込んでってよっていうのがあってもいいのかな、はいはいはい、それはボランチの沢と、宇津木の関係もそうだと思いますし、なるほどね、はい、そういったところでやはり中盤の選手たちが思い切って、センターの選手たちが思い切ってインターセプトに行くっていうことがまず攻撃の第一歩かなっていう感じはしますけどね。せっかく守護神山郷がいるわけですから ね、 うね、もう頼りになるキーパーが、はい、でそのセンターラインがもう一段大胆にチャレンジをしていくと、もっとテレビご覧の皆様が期待をなさっているだろう、なでしこらしいグッといく攻撃が後半は見られるかもしれないという、そんな本田みどりさんのご指摘でした。さあ、国際親善試合なでしこ対ニュージーランド、まもなく後半のキックオフです。沙織の地位ですけども、今回ね、別に怪しい話じゃないんだけど、ちょっとだけ、耳の方ね、傾く。ハネルの扉、今仕事中だろうか。大人気バラエティーハネルの扉をフジテレビ2にて放送。言うだろうが痛い最近。さらに番組前にはメンバーが出演する CS オリジナルのミニコーナーもお届け。ハネルの扉、ご覧の時間に放送。おしゃれ武道館満員じゃん。夜のヒットスタジオ、伝説の歌番組がよみがえる。未放送の回を新たに追加してお届け。夜のヒットスタジオ、毎週木曜21時フジテレビ2でオンエア。俺たちひょうきん族、タケチャンマンやひょうきんベスト10など懐かしいコーナーの数々に報復セット間違いなし。見たな俺たちひょうきん族、毎週土曜22時放送、お見逃しなく。皆さん、はじめまして、東京から来ました泉ゆき子です。泉って呼んでください。恋愛観察バラエティー、アイドリいい恋をして日本に帰りたいと思います。ウトロと呼んでください。新
真実の愛を見つけるため男女7人がラブワゴンに揺られ世界を旅する恋愛観察バラエティ。こんなことになると頑張れ。アイドリフジテレビ2にてご覧の時間に放送。まだ上空はどんよりと曇ってはいますが、最悪の天候にはならずに済んだ今日の埼玉市地方です。国際親善試合、なでしこジャパン対ニュージーランド女子代表の一戦をこちら埼玉市浦和駒場スタジアムから全国の皆様にお伝えしています。先になでしこジャパン、そして遅れて上下白、フットボールファンズことニュージーランド女子代表の選手たちが後半のピッチへ登場です。フジテレビの放送席、解説は元日本女子代表のプレーヤーでもありました、現在はなでしこリーグ岡山ユノゴーベル監督の本田みどりさんでお伝えしています。後半は長里勇希の北本との交代は結局前半のうちには正式には認められていなかったようで、このハーフタイムからの改めて投入という格好になりそうです。はい、ようやく両チームの選手たちが後半のピッチに戻ってきました。かなりお客様も入っている今日の駒場スタジアムです。青島さん、はい、後半日本まず交代がありました。前半終了間際交代しきれなかった9番の北本に代わって7番の長里勇希が入ります。はい、今改めてその映像をご覧いただきました。そしてニュージーランドも渡辺さん交代あるんですか。はい、そうです。12番のサラ・マクローリンに代わって16番ディフェンダー登録のケイトリン・キャンベルが入ります。ピッチレベルからはフジテレビ渡辺和樹アナウンサーでお伝えします。ニュージーランドは今報告もあった通り16番ディフェンダー登録、右サイドバックをやるプレーヤーケイトリン・キャンベルが入っています。ということはポジションチェンジをするのかどうなのか、ずいぶん北京オリンピック日本が対戦した時とはメンバーが変わっているニュージーランドです。前半は1対0なでしこジャパンが宮間のゴール、前半終了間際のゴールでした。1点リードで折り返し、さあ後半はどうなのか、そしてやりたいプレー、試したいプレー、チャレンジはできるのかなでしこたち。笑顔の後半の2トップ、長里勇希と、そして大野ですね、向こうに安藤、手前に宮間というそんな布陣です。後半は日本なでしこのキックオフ。後半のキックオフです。浦和駒場スタジアムからなでしこジャパン北京オリンピック以来初めての国内でのゲームをお伝えしています。相手はニュージーランド、まさに北京オリンピック初戦のあの時以来の対戦です。思えばあの時は日本苦戦して 2-2 のドローでした。その時以来お互いメンバーも変わりましたが、大切な次のステップに向けての一戦。引き続きフジテレビの放送席は岡山イノゴーベル監督、元日本女子代表の本田みどりさんの解説、ピッチレベルからはフジテレビ渡辺和弘アナウンサーでお伝えします。宮間走り込むのは大野でしたが、あとわずか。後半へ日本は北本に代わって長里勇希が投入、一方ニュージーランドはフォワードの12番マクローリンに代わってサイドバックの16番ケイトリン・キャンベル投入です。こちらが後半入った長里、姉長里勇希です。日テレベレーザ、そしてこちらがニュージーランド後半インの16番キャンベルです。ただそのキャンベルは左のサイドバック、我々に近い側に本田さんいるわけですね。サイドハーフですね。サイドハーフ、今ヘディングで、そうですね、16番のプレイヤー179cm、 高いですね。でなでしこの方も大野が上がって、はい、長里とのベレーザの2トップになって安藤が少しサイドハーフ、はい、サイドハーフにずれました。なるほどなるほど。ですからそういう意味では大野と安藤が前半からポジションを入れ替えたという考え方もできるかと思います。さあ改めて本田さんに整理していただきましょう。前半は思ったほどその攻撃のチャレンジがいろんなことがあってしきれなかったと言わざるを得ないなでしこなわけですが、後半どこに期待なさるのか、あるいはどこがポイントになってくるのか、ぜひちょっとご指摘いただきたいんですが。そうですね、2トップの1枚がまずポストプレー役としてできるかどうか。前半ちょっと2人ともこう流れてボールを受けようっていう部分が決して悪くはないんですけど、ね、ウアウッド中、攻撃のプレイヤーは1人アンバーハーン、キーパー山郷、一気にニュージーランドが持っていきます。宮間が切ってスローインです。お話の間にちょっとここはニュージーランドが攻めの局面ですので、はい、ちょっとまた改めて伺います。スローインはサイドバックのミルンから、アンカーのホイール、サワです、大野、そしてここに安藤です。
金河がオーバーラップ、ここを追い越そうとしています。その金河を使います。近い位置に長里、ここは金河のパスが合わなかった。さあ改めて本田さんに伺います。先ほど伺いかけたポイントですけれども、はい、日本への期待、特に攻撃面、このメンバーでどういうことをチャレンジしようとしているのか、あるいは何を期待なさっているのか、ぜひお話しいただきたいと思います。そうですね、攻撃にまず厚みを増そうというポイントがあると思うんですけど、その厚みを増すためには一つどこかでポイントをためを作らなければいけないので、前半特にそこのためを作れる選手がちょっといなかったかな、はい、ためきれなかったかなという部分があるので、今度大野と長里が入ってそこでためを作り、今のように金河がオーバーラップをしていく、安藤の横を抜けていく、そういった形で厚みを作っていこうということだと思うので、まず長里あたりでためを作れるかどうかですね。大野今後半は最前線に入って相手のプレイヤーにかなりプレッシャーをかけていきました。小柄な1メートル54という大野忍です。確かに前半はレッズの2トップでスタートをしたなでしこジャパン、北本と安藤という2トップでした。その安藤は割と春プレイヤーではもともとありませんし、はい、で北本が結構その 1.5 列目だったり、あるいは 1.75 列目までで、あれはあれで彼女らしいいいプレイヤー頑張ってはいたんですが、ただ全体の攻撃を考えるとという部分もこれあったでしょうか。そうですね、はい、1対0日本リードで迎えた後半の戦いです。そしてもちろん勝敗もさることながら、この先の大目標、例えば来年2月の東アジア選手権日本地元開催、そしてその先の AFC のアジアカップ、それはつまりワールドカップ予選に当たる大会、これが大きな目標になってまいります。そこに向けて強化の大切な戦い、なでしこジャパン。宇津木、矢野から宇津木でした。そして大野へ少し強いパスですが、頑張る大野、頑張る大野、超えるか、超えきれない、雨上がりのスリッピーなピッチ。スローイン宮間、澤穂れ、宮間、澤、宮間、オフサイドはありません。しかし相手見る、最終ラインは矢野と岩清水というセンターバックコンビ。宇津木、岩清水、キーパー山郷です。日本の後半のメンバー、キーパー山郷、フォーバックは右金が、真ん中岩清水矢の、左にテプコマリーゼの鮫島です。中盤アンカーが宇津木と澤穂れ、そして右のサイドハーフに安藤、左に宮間、ツートップが大野と長里裕樹という、こんなメンバー構成、なでしこジャパン後半です。いや、今安藤と相手11番のヤロップ、この11番のヤロップも去年の北京オリンピック日本が点を決められた相手です。アンダー20の一つ前の大会、2006年ロシア開催の時のワールドカップのキャプテンでもあったヤロップ、そのヤロップが自ら蹴るのか。岩清水、宮間、大野、金がかわす、いなす、シュート、正面、弾く、大野、オフサイド、フラッグ上がっています。最後長里詰めましたが、フラッグ上がっています。解説は本田みどりさんです。今の一連の形、大野が頑張りましたね。そうですね、大野のところでまずボールを失わなかった、はい、それによって金河が上がっていける、もしくは長里が上がっていけるといったところで、やはりあそこがちょっと前半とは違うかなっていうところですね。確かに前半は自分たちの攻めに行きかけたところで、ちょっとずつ何かミスも ね残念な形であって、はい、ただここ金河のいなしもなかなかでした。相手キーパーベテランですけれども、弾くしかなかった。大野から長里、ただバックスタンド側の副審のオフサイドフラッグ上がってはいました。一つ迫力のある攻めの形が見られたなでしこです。キャンベルです。後半投入されたキャンベルからのボールは直接キーパーへ。この人は2006年のアンダー20ロシア、2008年のアンダー20チリ、2大会連続でアンダー20のワールドカップ出場でもまだ18歳。なぜかというと、去年は17歳以下のワールドカップ地元開催ニュージーランドの、これにも出ているという、そういうメンバーです。ムアウッド、これは単発です。2007年のワールドカップ、そして北京オリンピックの中軸でもありました、25歳のムアウッド。鮫島、宮間、鮫島、
鮫島あたりはまだこのなでしこの中だといろいろ吸収してこうアピールをしてっていう、まだその途中なんでしょうね。そうですね、これから成長を遂げていく、若い素晴らしい選手ですよね。今日は代表が5試合目の出場です。鮫島彩、テクトマリーゼです。今シーズンのなでしこリーグはテクトマリーゼは随分ベレーザを苦しめた格好ですからね。宮本ともにも加入しました。宮本、鮫島、大野がスルーして宇津木の上がり、見る、そこに宮本、宮本、宇津木、沢、全体を落ち着かせて右へ、グラウンダーの選択です。金が安藤、チャンス、大野が決めるか、いやー外だ。素晴らしい形が生まれましたが、本田さん。そうですね、本当に今のこそ、コンビネーションすべて含めてなでしこらしいパスワークでしたね、はい、あとはフィニッシュだけでした、大野忍、はい、まあ、それだけ相手がよく滑り込んではきました、はい、安藤決定機、落ち着いて中へ。一つこれですから、メンバーの後半シフトチェンジも効いた格好と言えるんでしょうか。そうですね、あとダブルボランチの、はい、沢と宇津木、はいはい、が非常に前半に比べて縦の関係を作るようになって、どちらかが必ず攻撃に参加しようというかパスを受けに行こうという姿勢が見えるので、はいはい、彼女たち2人が非常にゲームメイクをし始めている。あで今沢から、右のサイドにっていうパスが ありましたので、非常に彼女たち2人がボールを触る数が多くなったと思います。あ、なるほど、はい、あだから彼女たち、そのなでしこの後半のピッチに戻るプレイヤーたちがコーチ陣からいろいろ言われていたそのジェスチャー、そういうことだったのかもしれないですね。もしかして、中盤のアンカー宇津木と沢の位置関係が一つターニングポイントではという本田みどりさんのご指摘です。さてその間にニュージーランド、かなり遠い位置ですがフリーキックです。相変わらず密集からパッと離れてスクランブルを作ってという、そんなセットプレーのやり方をしてきます。34歳にしていくら女子代表とはいえ、代表監督を務めるニュージーランド、ジョン・ハードマン監督、昨日のトレーニングでも相当大きな声で全体のその戦術の指示を入念にしていました。鮫島から宮間、長里姉、沢、大野、オフサイド、でもここもパスがつながりました。そして沢が高い位置にボール受けに出てきてますからね、はい、確かに縦の関係です。どちらかというと宇津木が低い方。そうですね、青島さん、はい、日本ベンチ荒川が投入されそうです。荒川恵理子はアメリカのプロリーグゴールドプライドでプレーをしていて、今ベレーザに戻っています。30歳、ガンちゃんこと荒川恵理子ということは、前線のプレーヤーと誰か変えるのか、それとも中盤あたりを誰か削って前の枚数を増やすのか、どうきますかね、これ。そうですね、青島さん、はい、6番宇津木に変えて荒川投入ということです。これは本田さん、せっかくその今中盤のご指摘いただいたばかりですが、ワンボランチにして、はい、中盤をダイヤモンドにして、沢をボランチに、もしくは、はい、どうなるんですかね。ちょっとこれは見てみましょう、はい、すでにガンちゃん独特のボンバーヘッド、背番号19がタッチラインの脇で第4審判の方のスタンバイをしています。その間にプレーは続いています。なでしこジャパンのポゼッション、さあここ金がゴード抜け出そうとする長里勇気、安藤キープ、金がのクロス弾き返した、ヒル、まだある、金が日本のペース。渡辺アナウンサーのリポートの通り、メンバー交代は宇津木留美アウト、荒川恵理子インです。さあこれでどういうやり方に変わってくるのか。もちろんこれですから、宇津木の表情でもお分かりの通り、宇津木が悪かったとかそういうことは全くなくて、そうですね、はい、彼女は相変わらず良さを見せたというふうに考えていいでしょう。で荒川を入れた、じゃあどうなるのか。例えば長里勇気ってベレーザでは今シーズンボランチを随分やっていましたが、そうですね、それも長里が下がる、やはりそうですね、はい、背番号7が
下がっていわゆるボランチ中盤の底、はあ、代表でもこうやるんですね。そうですね、まあ、親善試合ということもあって彼女の、はい、どこまでやれるか試してみたいというのもあったかもしれないですね。そのポテンシャル測定という部分もあるんでしょうか、はい、でもシーズン序盤は結構悩みも深かったようですがね、長里としてはとにかく点取り屋として若いうちからこのフル代表で頑張ってきた長里ゆきです。さあ長里、さあオフサイドない、大野キーパーの飛び出しをきちんと見てきちんとネットを揺らしました。大野忍のゴール、2対0。思えば日テレベレーザの4人で崩しきったこんな形でもありました、ね、沢長里沢大野ですもんね、はい、そしてゴールの瞬間逆サイドで沢も大きくガッツポーズ。起点になったのはレッツの安藤梢、そこからはベレーザの4人。大野忍は今日が代表 A マッチ68試合目で通算27ゴール目となりました。そして特に大野が代表でこういう形で自分のアシストでゴールを決めたというのは沢にとっても特別な思いがきっとあるでしょうしね。そうですね、今のそのそれぞれ喜び合う姿を見ていても何かそんな姿が感じられます。後半追加点が入りました日本です。さあここから日本はどういうゲーム運びをしてくるのか。もちろんニュージーランドもこのまま受けて立つというサッカーをやるとは考えにくいわけですが、例えば今回来日してこの今なでしこと戦っているニュージーランドのメンバーは去年の北京オリンピックの時のメンバーからしますとセンターバックのエリチェクが怪我でいません。サイドバックのパーシバルも膝を痛めていません。あとは最前線フォワードのエマケイトも足首を痛めていなかったり、あとは外国のクラブでやっているオーストラム左のサイドバック、あとはそのレベッカ・スミスってボルフスブルク、あの長谷部誠なんかがいるドイツのクラブの女子チームですけども、センターバックのレベッカ・スミスもやっぱりクラブの拘束で今日来日できなかったり、これだけのメンバーが欠けているといえば欠けています。そうですね、でもここまでのプレーができているニュージーランド。鮫島のクロス、ラインを割ってコーナーキックの判定です。ボールを持ったままゴールキーパーのビントンがゴールラインを割っていたという判断のようです。ニュージーランドのキーパージェニー・ビンドン、今日が代表37試合目、36歳。日本のコーナーキックをここでご覧いただきます。メインスタンド側から宮間、すらせた、詰める選手がいませんでした。長里、長里がヘッドで擦らせて向こうサイドの荒川あたり、あるいは飛び込むプレイヤーがいればというそんなイメージだったでしょうか。そうですね、どうでしょう、メンバー交代などもあって、あと相手のやり方が変化をしてきたということもあってか、日本が本田さん割とそのやりたいチャレンジしたいことがだんだんできるようになってきたところ考えていいんでしょうか。そうですね、非常にまず守備のところで高い位置からボールを奪いに行こうというところが前半に比べてかなり、10メーターほど前からプレッシングかけに行ってますので、はいはい、ボールを取れる位置が多分おそらく、高い位置になっているんですね。そうすると当然そのまま攻撃に移れるという。10メートル上げているということは結構高く上げているわけですね。そうですね、プレッシングの位置がかなり高いので、三山サイドハーフの選手たちのプレッシングがサイドバックに対してアタッキングに行ってますので、コーナーキックバックスタンド側から沢のところヘディング、左のポストのわずか左でした。沢穂丸のヘディングでした。いいボールを蹴ってきます宮間彩。2年前の中国でのワールドカップの時のでも窮地を再三救うフリーキックだったり、こういうコーナーキックだったり、そして沢がドンピシャのヘディングでしたが左へ。
そうですか。このコーナーキックの前に本田さんからご指摘のあった最終ラインの高さがかなり上がってきている日本、これが攻撃が活性化した一つの要因だという。そうですね、はい、ですから今画面のご覧いただけていない右側のあたりが随分上がってきています。金が右のサイドバックです。後半は右のサイドハーフに一列下がった格好の安藤、そしてここは岩清水センターバックが向こうに開いています。で今は特に攻めの局面ですから最後方に残っている鮫島とそれから矢野も今ほとんどハーフウェイライン上です。ここは安藤が頑張ります。安藤も実は相当ハードなプレーをいとわずできるプレイヤーですからね。そうですね、本当にクレバーな選手でもありますし、ハードなプレーもできる選手ですよね、はい、クレバーなプレイヤーどうにしてこれ男子でもそうですが汚れ仕事を嫌がるもんですけれども、そうです、ね、彼女は嫌がらない、そんな感じがいたします、はい、そして歴戦の強者ガンちゃん荒川恵理子が後半ピッチに投入されています。今響き渡ったのは右側のベンチ前、ニュージーランドのハードマン監督の声です。ニュージーランドもあの北京オリンピックという舞台、夢の舞台に立った後、さまざまな強豪国ともそのトレーニングのマッチを積み重ねて、はい、あのキプロスでの前日本も参加した親善大会であったり、さまざまなそういうところにいわばまあチャレンジをしていってかなり急成長を遂げているようです。そんなニュージーランドとなでしこジャパンは今対戦をしています。さてピッチ上は交代はゴールキーパーのですね、カイホリですね、はい、キーパーユニフォーム上下グレーのユニフォームをつけた背番号12、なでしこの今日は控えに回ったアイナックレオネッサ神戸のカイホリ歩み、ここで山郷とのスイッチのようです。浦和レッズレディースの守護神山郷のぞみがここでカイホリとバトンタッチ、そしてメインスタンド側のお客さんにグローブをはめた手で拍手をして感謝の気持ちを伝えます。さあピッチ上荒川、ちょっと待ってください、安藤金が上がる、安藤のシュート左へ、渡辺さんどうぞ、はい、ニュージーランドも動きがあります、5番クリスティヒルに代わって15番ブリジット・アームストロングが投入されます。センターバックの入れ替えを試みるようです。ニュージーランド2人目のメンバー交代、今引き上げてくるのが5番のこのクリスティン・ヒルセンターバック、代わって入るのが17歳に先日なったばかりのブリジット・アームストロング、これが代表デビューの瞬間です。フル代表デビュー11月9日で17歳の誕生日を迎えたばかり、ついこの間までだから16歳だったんです。そうですね、2008年のつまり去年の地元開催のアンダーセブンティーンワールドカップのメンバー、そしてその後に行われたアンダーティーン女子ワールドカップチリ大会の時にもメンバーに選ばれたブリジット・アームストロング、ついにこの日本埼玉の地でフル代表デビューを果たしました。だから日本も本田さん素晴らしいプレーヤーが下の年代から出てきていますけれども、そうですね、ニュージーランドだって出てるわけですね。そうですね、どのチームも本当に、女子に力を入れてますよね、はい、もちろん男子チームあるいは他のカテゴリーでも力を各国入れてるわけですが、特にニュージーランドは今日まさにバーレーンとの決戦が控えています、はい、ワールドカップ82年以来の出場がかかってるそうですから28年ぶり、何か28年ぶりというとあの96年のアトランタオリンピックを目指した日本代表、ね、ちょっと、ね、思い出しますけれど、はい、そんな中日本ニュージーランドは異国の地日本でまた新たなチャレンジをしています。2対0日本リード、荒川、安藤へ、大野、安藤、この辺の鋭さは日本の武器、ワンタッチがあります、キーパー抱え込みます。なでしこリーグ得点王に今年輝いた安藤梢のクロスボールからでした。さてスロー映像をご覧いただいている間に今キーパーカイホリのところまでボールが戻りました。
この辺の本田さん、はい、キーパーを親善試合とかに入れ替えるというのは例えばどういう意図だというふうに考えたんですか。そして、ね、カイフリー選手非常に若い選手なのでやはり経験を積ませていこうという部分、はい、23歳のカイフリー歩みです。バックパスがキーパー取れない、コーナーキックを両接得た日本。代表復帰をしたばかりのマイア・ジャックマン、34歳からのバックパスでした。今ここは鮫島から大野に出したボールのその処理でした。この14番がマイア・ジャックマン、34歳、フル代表デビューが実に93年というベテランですが久しぶりの代表復帰。さあ日本コーナーキック、メインスタンド側から三山、ヘディングは澤、クリアボールにフォローアップは金がゆかり、鮫島彩、三山、鮫島、全員が相手陣内です。今のなでしこジャパン、もちろんキーパーはキーパーエリアのちょっと前です。三山、ひるみません。ああロサンゼルスであれだけやってきたんです。矢野京子、浦和レッズレディース、ピタリと安藤、レッズラインです。ようやくニュージーランドボール、ロンゴからさばいて後半投入、キャンベル、ヤロップです。しかしここ安藤、荒川背負う、ハーフウェイラインを挟んでの攻防です。サワ、サメシマ、矢野、サワがですからこの今のメンバー構成ではアンカーの位置、そうですね、最終ラインのすぐ前にいるのが今の背番号10です。サメシマ、三山、大野から鮫島、今は縦入れ替えて中盤は長里と姉がアンカーの位置に下がりました。その長里、うっとちょっとぼんやりとしたパスになったが岩清水フォローしました。金河へ押し上げる日本、金河、岩清水オーバーラップは不発、沢に戻します。金河、ちょっと押されている岩清水、ここはぼやかしたくないところです。ただこの時間帯ニュージーランドもやや迫力が薄れてきた感はあります。シュート数ではこの差がついています。確かに日本のホームゲームではあるんですが、鮫島、長里、三山、大野へ、ジャックマン、体格では明らかに上、ニュージーランド、ロングからなかなかハン、思い通りのプレーができません。ミル、キックアンドラッシュに持ち込むかニュージーランド。しかし岩清水、安藤には通らず、グリーン、ヤロップ、ホイル、画面を見ずに音だけでお聞きいただいている方には明らかにゲームの流れが変わったということがよくお分かりいただけると思います。先ほどから私ずっと名前ばっかり言って成立してます。この流れは本田さんどう解釈すればいいんでしょうか。そうですね、安藤から足元へ、大野、大野、大野、相手に当たったコーナーへ。安藤と大野のポジションチェンジというのはかなりなでしこにとってはプラスに働いているかなっていう気がしますね、はい、前半とは違って大野が前半はサイドハーフ、後半は安藤がサイドハーフになって大野前線へ。それとあと先ほどの時間帯はニュージーランドに対して日本がかなりパスがつながった感じがいたしました。そうでしたね、はい、よくボールが回っていたなっていう。これは日本がメンバー構成を変えたことによって活性化したという部分と、ニュージーランドがやや、そうですね、ちょっと足が止まってきたかなっていう。荒川飛びました、長里姉、ね、フォローがいない、出てしまいました、残念。長里勇気です。もっと得点をという思いと、それから今シーズン新境地にチャレンジをしたボランチでも
さまざまな形で役に立ちたいという思い、さまざまな思いで今ピッチの上に立っているはずです。長里優希です。妹の長里朝のユース代表のでも活躍したプレーヤーですが、今日も姉妹揃ってのなでしこジャパンベンチ入りです。ここまでなでしこジャパンもニュージーランド女子代表もメンバー交代は2人ずつ、あと4人ずつ交代が認められます。今日のレギュレーションです。確かに本田さんご指摘の通り、ちょっとニュージーランドの出足が鈍ってきたんでしょうかこれ。そうですね、となると日本もさらにいろいろなチャレンジができるのではないかとつい考えてしまうんですが、そうですね、ポゼッション率が高くなりますので、はい、アイデアを持っていればいろんなことが、ね、やれると思うんですけれども、アイデアを持っていればというところで、テレビには映らないところで今本田さんはチラリニヤリとなさいました。さあそれがだから出せるかどうかですね、まず、はい、青島さん、はい、ニュージーランド10番の選手を変えるようです。10番アナリーロンゴに代わって13番エラウェイブが入ります。はい、ニュージーランドはこれがメンバー交代3人目となりそうですが、渡辺さん左側日本のベンチもちょっと動きがありそうですが、何か見えるものはありますか。あ、1人今ビブスを脱ぎました。どうやら長里浅野さんが選手が入りそうですが、ちょっとまだ確認できていません。その間にバックスタンド側ご覧の通り日本ボールのスローイン、はい、あ、これファウルです。その前にメンバー交代を先に認めます。ニュージーランド、今渡辺アナウンサーからリポートがあった通り、10番のロンゴがこうして下がって13番のエルウェイブが投入です。彼女も手元の情報ではこれが代表デビュー戦のはずです。31歳にして代表デビュー戦というエルウェイブです。青島さん、情報が入ってきました。はい、11番の大野選手に代わって20番長瀬と浅野選手が入ります。沢がスルーして、そして大野から安藤頑張る、安藤頑張る、大野へ中、キーパー抑えた、キーパージェニー・ビントンです。さあその今も頑張った大野に変えて長里浅野投入かという渡辺アナウンサーのリポートでした。まあまあでもこの交代は割と同じポジションの交代かなということがテレビご覧の皆様にも伝わるかと思いますが、果たしてそういう形に本当になるのか。今日は2点目のゴールを挙げました。後半大野忍が今ベンチに退きます。改めてテレビご覧の皆様には大野忍の得点シーン、この角度からご覧いただいています。で入った早々背番号20長里浅野は本田さん最前線ですね、今受けられませんでしたが、チームの中ではサイドハーフやってるんですけどね、はい、中であったりサイドハーフ、これはあのユース代表の時にも大体そんな位置だったかと思われますが、はい、もちろんその攻撃のセンスはあるプレイヤーです。長里と妹、長里と浅野です。日テレベレーザのプレイヤーです。入った早々今チャンスに絡みかけたんですが、屈強な相手に潰されました。今ちょうどカメラが手前側と奥側で姉妹を同時に捉えた映像をご覧いただけたかと思います。お兄さんも J リーガーというサッカーファミリーです。長里優希、長里浅野、姉妹ライン縦、後半の30、まもなく2分になろうとしているなでしこジャパンにとって大切な親善試合、ニュージーランドを迎えてのゲームです。さあこの残り時間、例えば本田さんが期待なさることというとどんなことなんでしょうか。そうですね、ニュージーランドの足が多少止まってきている中で、さあ日本の選手たちがモビリティ持ってどれぐらい
仕掛けていけるのかっていう、それからやっぱり失点ゼロでやはり抑えたいですからね。あの残り15分でパワープレーにニュージーランドが切り替えてきたときに、またそれをしっかり跳ね返していくっていうことも大切ですよね。日本はキーパーもカイホリに途中から変わっています、はい、長里、姉妹とそれから荒川が入って4人メンバー交代をしている日本代表です。ですから今日のレギュレーションですと、あと2人メンバー交代の枠が残っています。サイドバックのミルンに荒川のプレッシャー、手も出ます。プレーを続けます。キャンベル、入ったばかりのエルウェイブ、代表デビュー戦です。31歳。一部の情報ではドイツからニュージーランド国籍を得て帰化したというそんな情報もありますが、ちょっと最終確認が取れませんでした。カイホリです。前線にドーンと長里妹へ、マイヤ・ジャックマン、リンドン、グリーン。そういえば本田さん、先ほどからニュージーランドのバックスタンド側、はい、左サイドバックのグリーンがほとんど上がらないんですね。そうですね、前半はあれだけ積極的に上がりを見せていたんですが、はい、矢野、それだけこちらサイド、金河であったり安藤の働きがいいから上がるに上がれないという側面もあるんでしょうか。そうですね、金河がかなり高い位置でポジションを取ってますよね。今もハーフウェイライン上です。岩清水、逆サイドへのサイドチェンジパス、三山。さあここから荒川が走る、そして向こうサイド長里、姉も上がっていく。ここは鮫島を使う、鮫島のクロス勝負、逆サイド長里、長里勇気、雄たけび、決められなかった、悔しかった。でもこの迫力一つ彼女の持ち味ですね。そうですね、パワーを持って飛び出してますからね、はい、鮫島もよく上げましたしね、ここは素晴らしい勝負を見せました、鮫島のクロス。壺にはまるとこれだけの破壊力を持ちますなでしこ、点にこそなりませんでした。だからそのことをきちんと悔しがっている長里姉、長里勇気です。あとは壺にはまるとこれだけの破壊力、問題は壺にはまらないときにできるかどうか。だから佐々木監督もきっとその辺を今日のゲーム90分の中で得られたこと、あるいは足りないチャンス、あーっとフラッグ上がりました。荒川の飛び出しでした。その辺はですからテレビご覧の皆様にはそれぞれのチェックポイントがきっと終わりだと思いますが、佐々木監督であったり選手たち、あるいはコーチ陣はそれぞれのチェックポイントをまた持ち帰って、で来年以降の厳しい戦い、特に一つは東アジア選手権地元開催、はい、そしてその後に控えているのが AFC アジアカップ、つまりワールドカップ予選、はい、そこにどういう強化をしてどういう準備をしてくるか。そうですね、あとは選手たちは基本的にはそれぞれのチームに戻って、全日本女子選手権という、はい、あの男子の天皇杯に当たる大会ですか、ね、がまだ控えています、はい、決勝に残りますと1月1日男子の天皇杯の決勝の前に国立競技場で決勝戦を戦うことができます、はい、かつて湯野号もね、本田さんのチームも決勝戦進出したことがありますが。そうですね、奇跡でしたけどね。いや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 、ちょっと決勝戦は厳しいゲームになってしまいましたが、はい、でもあれはあれでね、また目標ですし、そういう中で各個人がそれぞれのクラブに戻ってチャレンジという場が残っているわけですから、ね、年内にもぜひこの放送をもって、あ、女子のサッカーもこれだけのことがやれるんだと興味を持った方は、はい、あのお近くのスタジアムに足を運んで彼女たちをサポートしてやっていただきたいと思います、はい、さて35分まもなく36分になります。残り時間が10分を切っているこの親善試合です。日本はあと2人分交代枠が残っています。今日のレギュレーション、長里勇気、長里浅野、ムアウッド、先にオフサイドです。今日はタイのプラエオサムサク出身、ニュージーランドは考えてみれば同じオセアニアのライバルだったオーストラリアが AFC アジアサッカー連盟に転籍をしたことによって、あの大陸内でのライバル、強力なライバルが残念ながらいなくなってしまっているという事情があるんですね、はい、だから OFC オセアニア連盟で勝ち抜くことは簡単にはなったわけですけれども、その分レベルを下げないようにしなくてはならない。
だからこそこのオファーにも応じてくれたんでしょうし。さあ安藤です。浦和レッズレディースの安藤、さあ戻して金が日本コーナーキックです。金がゆかりです。今日が代表節目の40試合目の出場です。金がゆかり、おコーナーキックの間にメンバー交代を認められるのか。日本まもなくもう一人メンバー交代の構えですが、先にコーナーをご覧いただきましょう。バックスタンド側から宮間です。抜けてさあ、バウンドが高くなってしまいました。大島さん、はい、安藤に代わってミッドフィールダー15番米津が入ります。アイナクレオナッサの米津美和が入るようです。地元浦和で代表の試合を戦い終えた安藤梢にこの拍手です。こちらがアイナクレオナッサの米津美和です。ベンチに退いた安藤について改めて一言総括をお願いします。非常に本当に落ち着いてプレーしてましたし、チームにかなり貢献、どんな貢献の仕方かというとドリブルであったり、はい、パスであったり、シュートであったりと非常に見ていて楽しかったですね。あ、お話の間に金河から長里アネというプレーです。こちらがベンチに退いた手前が大野、そして今戻ったばかりの安藤梢です。決して大げさなことはしないですし、大げさなことは言わないですけど、着実にそして的確に大胆にというね。そうですね、非常にユーティリティな選手でもありますし、サイドハーフができたりフォワードができたりといって非常にチームにとっては大きいですよね。さあそして代わって入った米津美馬ですけれども、今は手前側、私たちの放送席があるメインスタンド側に陣を取って、入った早々飛び出すようなアクションを見せました。先日のあのドイツフランス遠征の時にもメンバーに入った米津美馬です。そうか、ドイツ戦が代表デビューだったんですね。そうですね、非常にスピードのある選手で、前への飛び出しは武器ですよね、はい、ですから今シーズンのなでしこリーグでも神戸アイナクレオナッサは決して悪くないポジションに、ね、そうですね、いたわけですし、はい、得点も取ってますしね、はい、さあ残り時間をどういう風に締めくくってどんなチャレンジを見せるのか、なでしこジャパン。あと1人分メンバー交代で枠が残っているなでしこジャパンです。キャンベルから長里ゆき、宮間は今真ん中です。今はだから沢と宮間が真ん中で長里を上げているのか、それとも一時的なものなのか。向こうサイドに長里浅野が流れています。沢、このパスを荒川には通しきれず、もう一度中に長里青勇気、後ろからドンと当たられましたが動じません。さあ米津へ、フリーの米津、米津美は長里勇気、米津戻す、シュート、長里浅野空振り失敗。まだある、矢野が押し上げる。矢野がプレッシャーをかけた、いい形になりかけましたがファウルを取られてしまいました。大島さん、はい、5番鮫島に代わって16番那須が入ります。那須舞子投入、これでですからなでしこジャパン6人のメンバー交代枠は使い切りとなります。アイナックレオネッサ神戸の那須舞子が投入されます。ベンチに退く鮫島も本田さん、まだ代表でのキャリアは浅いながらも、はい、先ほどもこう結構的確な上がりから惜しいシーンの演出があったり、ね、いいものを見せてくれたと思いますが、鮫島、はい、楽しみな選手ですよね、代わって入った那須舞子が代表2戦目、こちらが鮫島彩です。代わって入ったのが那須舞子です。代表2試合目、彼女もかつて今日解説の本田みどりさんがユニバーシアード代表を率いた時のメンバーの一人ですね、はい、はい、そうですね、非常にディフェンス能力の高い選手なので、はい、25歳の那須舞子が入りました。残りあと3分近くの攻防です。荒川頑張る、ノーホイッスル、ゴールキックです。
今日は従って残念ながらベンチには入りましたが、ベレーザの豊田、それからアイナクレオネッサの川澄、あとアルビレックス新潟の上尾延恵も今日は出番なしということになりました。ニュージーランドボールの判定です。2対0日本リード。後半投入のキャンベルに託すか、ニュージーランドフリーキック。その間に画面で今捉えています6番のメリッサ・レイがどうやら入りそうです。放り込む。今は今清水ヘディングクリア。余熱が追います。余熱まだ追います。三山との連携、そして長里幸。2点ビハインドの白のユニフォーム、ニュージーランドはメリッサ・レイがヤロップとの交代です。日本戦で北京オリンピックゴールを挙げたヤロップがベンチに退きます。代わって今入るのがこちらメリッサ・レイです。代表2年ぶりの復帰だそうです。2003年にフル代表デビュー。国内のクラブリンエーボンのキャプテンを務めているプレイヤーだそうです。こちらが15番のアームストロング。三山ごめんと言いながら今ヘディングクリアをしたボールが余熱に渡りませんでした。あと1分ほどの攻防です。プラスロスタイム。三山、荒川、荒川、三山走る。三山ヘディングで預ける。長里姉、長里妹が向こうに流れています。金がゆかり、金がのクロスがちょっと長い。米津美和、長里姉、三山、裏を取るパス。長里浅野の飛び出しを計算してのパスでした。グリーン、岩清水、長里姉、長里妹へ。荒川の足元につけようとしたクロス。青島さん、はい、ロスタイムは3分です。はい、スローインから日本ボール、ロスタイム3分という情報です。サバ誉れ、荒川にはフォローしきれず、入ったばかりのナスマイコ、フォローアップは矢野です。プレッシャーをかけてくるセンターバックのはずのジャックマン。あ、ジャックマンが最前線の今パワープレイに入ってるんでしょうか、ニュージーランド。だからニュージーランドのハードマン監督も昨日話を聞いたときに、やっぱり今回はデベロップメント、あくまでその育成の部分、強化の部分が強いんだけど、でも勝ちたいということははっきりとおっしゃっていました。でその勝ち方だとか劣勢に立たされたときにこうするんだというそのロールプレイをちゃんとしておかないと、ニュージーランドはニュージーランドでやはり次の大目標があるわけですから、 そこに行きないという思惑もこれあるんでしょうね、はい、こういうことをしてくるということは。さあカットホイールです。長里ようやく足に当てて邪魔をしました。長里、今度は姉、三山、荒川、自陣です。長里、姉、三山、スルーパスは余熱、スピードが生きる展開、キーパー出ている。ここは余熱、あと一歩コントロールが失ってしまいました。ナスマイクも上げています。荒川へ、合わない。ファウルはニュージーランドボール。一つは無失点で切り抜けておきたいという、おそらくそんな目標設定もあるでしょう日本。
おお狙った入ってしまいました。ロングボール、キーパー甲斐堀、フリーキックをそのまま決められてしまいました日本。ニュージーランド16番のキャンベルのゴールです。解説本田みどりさんです。ちょっと警戒してなかったですよね、直接来るっていうことに関してね。もう少し、はい、ここら辺が多分、まあ、彼女が佐々木監督が経験してほしい部分だったんでしょうけどね。これをですから、まあ、取られてしまったものは仕方がありません、はい、いい薬にしてもらいましょ う、 そうです、ね、この先に向けてね、はい、だって甲斐堀というキーパーもかなり期待をされているキーパーと聞いていますが、はい、後半のロスタイム失点を許してしまった日本です。ロスタイムは3分表示、計算上はもうほとんどラスト1プレーか2プレーというところ。長里浅野、途中投入の長里妹です。今日は姉妹揃って後半投入、代表今日が3試合目という妹、姉は今日が代表55試合目。試合終了のホイッスル、なでしこジャパン対ニュージーランド女子代表は結局2対1、ロスタイムに思わぬ形のロングボールフリーキックで1点を失いはしましたが、なでしこジャパンが久しぶりのホームゲーム勝利で飾っています。解説は岡山ユノゴーベル監督の本田みどりさんでお伝えしています。インタビューなども後ほどお届けできると思いますので、それをお届けしながら本田さんと今日のゲームをいろいろ振り返っていこうと思いますが、先にでももう佐々木監督がインタビューマイクの前に来てくださりそうですので、それを先にお届けしましょう。では準備ができたらインタビューをお届けしようと思います、ピッチレベルの渡辺アナウンサーがインタビュアーです。しばらくお待ちください。では準備ができたらインタビューをお届けしようと思います。さあお待たせしました。放送席そしてスタンドのサポーターの皆様、見事2対1勝利しましたなでしこジャパン佐々木監督です。村さんおめでとうございます。どうもとあまりよく言えないんですけども、はい、ありがとうございます。最後の失点という思いがあるかもしれませんけども、まずこの試合、非常に位置づけとしては重要な試合だったと思うんですけれども、全体的な感想としてはいかがでしょうか。そうですね、ワールドカップ予選、ワールドカップに向けてですね、11月 J ビレッジキャンプを張ってですね、まあ、これをスタートに、この試合をスタートにですね、進めていくわけですけども、まあ、そういった意味でもですね、すっきりした形でスタートしたかったんですけども、まあ、それは私たちに課題も残していただいてですね、スタートさせていただいて、で、まあ、本当に天候の、ね、悪い中、皆さん応援に来ていただいてありがとうございます本当に、はい。前半ですけれども嫌な時間が続きました。そんな中、まあ、先制点、後半に入る間にその前半のリズムという部分では何か選手たちにアドバイスありましたか。ボールを動かしながらですね、やはり、中に仕掛けていくというようなリズムも作りながらというのをですね、意図的にやってたので、ちょっと皆さんにはですね、ボールちょっともう少し仕掛けろよというイメージもあったのかもしれませんけども、これは一つの課題の中でやってたものですからお許しいただいて、あと仕掛けの中でもう少しねコンビネーションが取れて、部分もあるんですけども、やっぱりフィニッシュの精度がね今一つだったということで、これも課題に残りましたね、はい。そんな中先制点として2点目とですね、真ん中をえぐる形で非常になでしこらしいゴールが決まりました。これについてはどうでしょうか。そうですね、思い切った仕掛けの中でやはり生まれたゴールだったと思いますけれども、やはりああいったやはりですね、仕掛けというものは思い切ってですね、もっとやるに飢えてですね、ゴールが生まれてくると思うんですね。ただもっとワイドの部分から、ニアサイド、それとニアサイドペナルティーエリアのニアのスペースをですね、使って起点にしてもっと仕掛けたいという狙いもあったものですから、少しちょっとこう、みんなでですね、手作りのような感じでですね、今やっているものですから、まだまだそこのタイミングはですね、これからだと思いますね、はい。まだまだ成長が望めるということだと思うんですけれども、さあ、来年のワールドカップ予選を含めましてですね、次の目標、そしてファンの皆様にメッセージをお願いします。はい、もうその前にですね、東京で東アジア大会があります。これは前回優勝してますので2連覇を目指してですね、また弾みをつけてワールドカップに向かっていきたいと思いますので、またぜひ
スタンドにですね足を運んでいただいて、なでしこの選手たちをぜひ応援してください。よろしくお願いします。なでしこジャパン佐々木監督でした。ありがとうございました。まず佐々木監督のインタビューを聞いていただきました。さあそして選手たちにも声が聞けそうです。さあ続きまして2点目を決めました大野選手です。まずは勝利おめでとうございます。ありがとうございます。あのゴールの瞬間非常に流れの中からの素晴らしいゴールでしたけれども、狙い通りでしたか？いや、澤さんがいいボールくれたんで決めるだけでした。ただ形としては相当練習を積んだ中での今日の、まあ、結果だったと思うんですけれども。そうですね、前半ちょっと自分個人的にはひどかったんで、まあ、前半あ後半あそこで、まあ、自分のポジションできたんで、まあ、点決めることできてよかったなと思いますけど。北京を考えますと、まあ、ニュージーランドぜひ今日勝っておきたい相手だったと思うんですが、その辺いかがでしょうか？そうですね、試合始まる前に監督にも言われたし、それはみんなで絶対勝とうって決めてたことなんで、しっかり勝てたことは良かったと思います。さあこの天候の中たくさんのファンの方が来てくださっております。メッセージお願いします。そうですね、しっかり皆さんこの天候の中来てくださった皆さんに勝利っていうものを見せれたので良かったと思います。本当にありがとうございました。おめでとうございました。青野選手でした。さらにもう一人先制ゴールの宮間選手がインタビューマイクの前に来てくれたようです。さあそして先制点決めました。あ、大丈夫です。宮間です。宮間選手です。大変失礼いたしました。さあ前半リズムがなかなかつかめない、そんな中ですね非常に貴重なゴールだったと思うんですけれども、いかがでしょうか？まあ、ゴールはゴールとして、まあ、でも前半はみんなで新しいことに取り組んで、それに積極的にチャレンジしていったので、これを続けていって早くリズムがつかめるような戦い方を、得得していけばいいかなと思います。アメリカでのたくさんの経験、今日の試合には生かせましたか？まあ、なでしこでやることは大きく変わらないので、また違った試合ができたと思います。そういうのは久しぶりのこのなでしこのピッチというのはいかがでしたか？まあ、この天気が悪い中たくさんのお客様が来てくれたことが非常に嬉しかったです。さあ次の課題、どんなものがありますか？まず東アジア選手権があるので、そこでしっかりと優勝して、ワールドカップ予選につなげていけたらいいなと思います。ではファンの皆さんに一言メッセージをお願いします。今日は天気が悪い中ありがとうございました。次回もまた来てください。ありがとうございました。先制ゴール宮間選手でした。どうもありがとうございました。宮間です。本当失礼しました。宮間選手にもお話を伺いました。インタビュアーは今日がピッチリポートデビュー戦だった渡辺和弘アナウンサーでした。さあそれでは、時間の許す限り放送席本田みどりさんと、今日のゲームのハイライトであったり全体の総括を伺っていこうと思います。では準備ができているようでしたらばゲームのハイライトをお届けしようと思いますが、大丈夫ですか？さあそれでは今日のゲームハイライトで振り返っていこうと思います。では本田みどりさんと今日のゲームを振り返ります。まず最初のシーンは前半の日本の先制ゴールのシーンです。43分、岩清水宮間、最後次から宮間のシュート。結局宮間選手からはプレーに関するコメントは何も出てこなかったんですけれども。そうです、非常にモビリティのある得点シーンだったと思いますね。はい、彼女らしいといえばらしい、はい、基本はそのサイドハーフでのプレーに徹したわけですけれども、いざこういうところになったらビシッとこう中央で入っていく、はい、本当に揺るぎない経験と自信が彼女を一層たくましくしているようです。岡山ユノゴーベルの宮間彩です。さあ後半のプレーを中心にハイライトはまとめてみました。後半6分、この荒川ポジションチェンジしてからのドリブル素晴らしかったですね。そうですね、大野ですね、はい、失礼しました。で大野は今のインタビューでは前半は全然個人的にはダメだったと言っていましたが、後半この自分のポジションになって生き生きしてきた部分。そうですね、はい、はい、でここ金河のいなしもなかなかでした。これが後半6分のシーンです。判定はただオフサイドではありました、はい、大野忍でした。ただまあこういった動きが一つこの後の2点目のゴールにつながったということも言えるかと思います。ご覧いただいているのは後半の9分です。決定的なチャンス、ここは安藤梢がよく貯めて大野忍あと一歩というシーン。だからじりじり大野忍は得点に近づいていたということですね、振り返ってみれば、はい、でこれが13分の日本の2点目のゴールです。中で澤穂希がつけたボールを大野忍今度は仕留めました。
澤さんからいいボールが来て決めるだけでしたという大野忍のコメント。でもこれよく決めましたね。ちょっと微妙なレンジから、ね、キーパー飛び出してましたからね、はい、さあ誉がきっちりとお膳立てで長里澤と来て大野忍です。これが後半13分の2点目のゴールシーンです。あ、たっぷりとシーンを貯めてますね、これ、はい、後半中心の編集で皆様にご覧をいただいています。あとシーンが飛んで後半の34分、両者とも随分メンバーを変えた後での日本です。ここは鮫島の上がりから長里勇気が飛ばすか、決めきれなくて悔しい表情たけび。でもこうじゃなくちゃいけないわけですね。そうですね、佐々木監督からはフィニッシュの精度をもっと上げなくてはという苦言もあった。それはもう彼女たちがよく分かっているはずです。ニュージーランド最後、これは残念でしたね。そうですね、ちょっと集中が切れた瞬間でしたね、ロスタイムの失点、キャンベルのフリーキック、キーパーカイホリでした。というわけで今日のゲームハイライトをご覧いただきました。またライブの映像です。選手たち、なでしこジャパンの今日戦った選手たちが今メインスタンドのお客様に向けて挨拶をしようとしているところです。さあこちらからのお別れまであと3分ほどになりました。本田みどりさんと今日のゲームいろいろ振り返っていこうと思いますけれども、佐々木監督はやはりちょっと渡辺アナウンサーのそのインタビューに対しては厳しいコメントが多かったですね。そうですね、今日をワールドカップ予選のスタートとするというところで、はい、新しいことに取り組もうとしてましたってことでしたよね。それがちょっと、どういった部分なのかまた詳しく聞いてみたいと思いますけれども、はい、なので ご許し願いたいというところがあるので、多分彼らが彼女たちが新しくスタートしようとした意図があるゲームだったんでしょうね、はい、その意図的にやったということで、はい、佐々木監督は動かしながら中に仕掛けていく、リズムを作りながら攻めていくということを意図的にやったんだと、はい、まだ手探りだということも付け加えていましたけれども、 ね、それが何だったのかという部分、例えば何だったでしょうか。はい、ポゼッションしながらの中でどう崩していくか、まあ、人が動く、ボールが動くといったところで人が動ききれてなかったのかな、ボールだけがちょっと先に動いて、はいはい、人が後からついてくる形だったところがまだまだその手探りな部分なのかなという感じもしましたけどね。でも三山選手がコメントしていたのは、前半新しいことに積極的にチャレンジをしていった、こういうことも選手から証言としてあるわけです。そうですね、はい、我々が客観的に放送席から見ている分にはもうちょっとできたのになって正直思ってしまったんですが、ただプレイヤーは積極的にチャレンジしたんだということをにじませました。そうですね、はい、それがだから今本田さんの言葉を借りればボールは動いた、ただプレイヤーまでがあと一歩動ききらなかった部分をもうちょっと高めないといけない、こういうことに例えばなってくるんですか。そうですね、おそらくその一人一人の、もしくは佐々木監督がやりたいことと選手がやりたいことが全部同じ絵が描けてたかどうかなっていうところも含めましたね、はい、新しいメンバーも入ってきてますしね。そうですね、でそのコンセプトということは十分に浸透させるべく、この先日までの福島での合宿でも60人のラージグループでやってきたということも、はい、いろんな証言から得られているわけですが、さあここから先また合宿をやったり、それぞれのチームに戻って全日本女子選手権の戦いがあって、年明け親善試合やって、東アジア選手権フジテレビで放送しますが、これがあって2月に地元開催です。でワールドカップ予選へ、この中で若い選手の抜擢あるいはベテランの復帰ということもいろいろなまた変化もきっと起きてくるんでしょうけれども、そうですね、これから若い選手たちも当然出てくるでしょうしね、また、中心になっていく選手たちはさらにレベルアップをしなければいけないですしね。残念だったのはニュージーランドが途中からちょっとねペースダウンしてしまったのが残念でしたけれども、ね、はい、ただ彼女たちもメンバーが欠けている中でこれだけのプレーをアウェーで見せてくれた、このことにもね敬意は表さなくてはいけないかと思います。そうですね、日本も成長してますけど他の諸外国も成長してるってことは間違いない事実ですね。はい、なでしこジャパン2対1でニュージーランドをホームで下したゲームをお伝えしてまいりました。ここまで解説はなでしこリーグ岡山ユノゴーベル監督、元日本女子代表の本田みどりさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。F1 グランプリの歴史、
テレビ未公開シーンを含む膨大なアーカイブフィルムの中から1970年から80年までのレースを各シーズンごとにまとめた総集編。伝説のレーサー、数々の名車など他では見ることのできないグランプリ史上に残る貴重な映像が満載。お見逃しなく。欧州最高峰の熱き戦い、ブンデスリーガ09-10シーズン、フジテレビネクストとフジテレビワンでは毎節注目のカードを生中継を中心に放送。マイスターシャーレをかけた激戦必至のリーグ戦を見逃すな。ブンデスリーガ09-10シーズン、放送カードの最新情報はご覧のホームページまで。うん、一回りしたらなんかちょっとアホになったなって気がするんですけど。武豊満載の競馬プログラム、武豊 TV2、 フジテレビネクストで好評放送中。あの武豊が自らレースのポイント、勝負の分かれ目を徹底分析。あの武豊と人気ジョッキーたちが本音トークを披露。あの武豊に独占密着、他の番組では見られない貴重な映像満載。お見逃しなく。音楽は時に人生を左右し、運命を翻弄するもの。わがままな耳を持つミュージックマスターたちが自分だけの音楽体験をとっておきの45曲に託して語る栄養満点な音楽番組、ミュージックスープ 45RPM Revolution Per Man、 フジテレビ12ネクストでオンエア中。夜のヒットスタジオ、伝説の歌番組がよみがえる。未放送の回を新たに追加してお届け。夜のヒットスタジオ、毎週木曜21時フジテレビ2でオンエア。沙織の地位ですけども、ね、今回ね、別に怪しい話じゃないんだけど、ちょっとだけ、耳の方をね傾く。ハネルの扉、今仕事中なのか。大人気バラエティーハネルの扉をフジテレビ2にて放送。言うだろうが痛い最近。さらに番組前にはメンバーが出演する CS オリジナルのミニコーナーもお届け。ハネルの扉、ご覧の時間に放送。おしゃれ武道館満員じゃん。俺たち、ひょうきん族、たけちゃんマンやひょうきんベスト10など懐かしいコーナーの数々に報復セット間違いなし。俺たちひょうきん族、毎週土曜22時放送、お見逃しなく。フジテレビ12ネクストをご覧の皆さん、洋楽お好きですか？日本屈指の洋楽番組株式会社洋楽、 MC は私ソイル&ピンプセッションズの社長、アーティストのライブとインタビューを中心に貴重な映像と最新情報満載でお送りしている株式会社洋楽。フジテレビ1で確実にあなたの意思転がさせます。It is in the man in the gray flannel suit. I'm pregnant. I want you to be my wife. I had a baby. You're not Don Draper. You fooled me. You have lost your mind! And move forward. Sangatsu!
この世の全てをそこに置いてきた。ワンピースを楽しみにしてるみんな、俺たちの冒険をフジテレビ2で放送するぞ。俺は白ひげを王にする。海賊や海軍との激闘、仲間との熱い友情、その全てを見逃すなよ。いつかきっと返しに来いって。まな海賊になってな。ワンピースフジテレビ2で見てくるよな。海賊王に俺はなる。平野綾だけテレビ、それは平野綾だけが出るテレビ、あくまで予定です。平野綾だけテレビ、それは平野綾が人間として大きくなるため、さまざまなことに挑戦、人生の経験値を増やす場所、あくまで予定です。平野綾だけテレビ、それは平野綾にミッションが課せられたり、なんとなく思いついた企画をやったりやらなかったりするテレビです。あくまでも予定です。